っと盛り上げていくためには、おいやそれ盛り上がった方が防災中年で言えば、まあこう広まっていくじゃない。盛り上がってない、盛り上がっていないっていうか、なんか変な盛り上がり方してねえかって。気に食わない、気に簡単に言っちゃう気に食わないんだけど簡単な、ね、簡単に言うと気に食わないんだけど、でもそれは仕方ないよって言われれば、なんかそれはお前のあれだみたいなのもあるかもしれないけど、例えばね、例えばなんだろうな、全てのものを無料にね、なんかいろんなことをボランティアみたいな感じ、個人名出していいよなあ、マジ勘弁してそれやってこそだから、いやいやいや、どこにあげんのこれ、表に出すなっつうのは出さないけど出さんといて、じゃあ出さない前提でもうフルオープンで喋ろうよ。え、じゃあほんとパフェ内のだけにして、ほんとね、まあ、隣で聞いてるかもしれない隣で聞いてたらもうしょうがないです、ね、しょうがないって言ったらいいんだって、だいや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 ちょっとあのね、どういう関係なの、まあね、あのだからまあそもそもスタートはね、予報に、天気予報はお金を取るべきではない、防災情報の提供にお金を取るべきではないっていう感じだな、そういう話だったから、まあ、そういう人がいてもいいよ、どうぞやってくんなさいって。じゃんで、だからそれはじゃああなたは取らなくていいんじゃないですか、うん、じゃあ取らないでやっていただいてもいいけど、それをね、なんかこう全面的にこう押し付けてくるというかね、うん、俺は俺主権を侵害してくるわけね、うん、だからなんていうのかな、だから全部スルーすればいいし、いちいち私も返してあげる時間があるならあれですけど、なんか辛労なんです、ちょっとそれは。スルーする力がまだこなれてないって、こなれてないアラケンほど、アラケンはさ偉いと思ったアラケンのね、なんかこう対応とかは、そのスルーするにも正当なスルーってことね、正当なスルー、私は完無視みたいな感じなんです、完全無視、いいじゃん、それをスルーって言ったか、でもなんだろうな、ちゃんと言ってあげてないっていうのはどう、いけない、いやまあ初めに言ったけどね、それじゃあ私としてはそれでは盛り上がらないのではないかっていう話はしたんだけどね、そもそもね、もともとね予報業務やりたいって言ってた、はい、ね、聞いたよ聞いたよ、予報業務やりたい、なんか転職するとかなんとか言ってた、そうそうそう、絶対こっちチーズ春巻きのポテト、おー、ありがとうございます、飲み物がね来ないんですよ、ビール、ビール、ビールと何とか、何とか、何とか、頼みましたね、はいはい、大丈夫です、すぐ来ます、よろしくお願いします、ゆっくりどうぞ、大丈夫です、すぐ来ます、同じビールで、この間飲んで、あ、そうなの、同じビールで違う回でアラケルと飲んで、あ、それであの動画ね、はい、その時は私が来てから1時間料理来なかった、ビールだけ来て1時間料理、立て込んでるんですかね、このビールは、いや違う店だよ、違う店だよね、ビール全体、なんビール全体立て込んじゃったいや、それでね、ちょっとね軽く切れてあげた、うーん、軽く、秋葉原は忙しい街なんだね、うん、心が広いな、いや分かんないけど、心が広いな、いながら出てくるとさやっぱりね、東京ってそういうとこなのかなって、おのぼりさんみたいな、おのぼりさんです、私、ね、私これもなったし、いや多いですよ人はね、これは先に食べてもいいよね、そうそうそう、そんな感じで、はい、うまそうじゃないですか、いただきます、なかなかこういうところでパフェしたことないね、うん、これいい会場だよ、うん、君ない、いいチョイスだよ、ありがとうございます、うん、こういうところでやりたかった、君だけしか映ってない、いつもどんなところでやってた、だいたい居酒屋感があってさ、うん、
もうちょっとワイワイしてるとやっぱ入らないのよね。あ、音とかね。音がね、うん、結構動画見てても声が聞こえない、うんね、相当いいこと話してんだよ俺たち、はっきり言って、うん、そういい金取れるぐらいいい話してると思う。まあ言ったらね、そのさっきの当てこすり、当てこすりじゃないんだよ、俺結構金取れるぐらいいい話してると思う。いや本当、うん、それをそれ本当それをもう俺はだからそれをあえてフリーで出してるけど、はい、撮りたかったら撮ったっていいんですよ、うん、スカって、うん、そうでコンテンツとしてはね、とっても撮れる、うん、とっても価値のあるすごいこういい話だと思います、うん、ただ雑音で聞こえないみたいなのがあるかもしれないけど、うん、まあだからちゃんと音声しっかりしてさ、うん、もうピンマイクつけてみんなでみんなピンマイクつけてるのに私しか映ってないのどういうこと？いいじゃん、イエーイみたいな。だから水曜どうでしょう的な絵面でしょ君は大泉洋だ。なるほど、俺藤村。オフでね、ディレクターがまさにファンですね、よく見てるね藤村ってね、嬉しいのさ。嬉しい、わかる、嬉しい、わかんない、たまにしか見てない、見てない、すげえ面白いよね。面白いんだけど、たまに見るとすごい面白い、なんか盛り上がる。でもあれでテレビって面白いんだなっていう革命起こしたじゃん、あれって、うん、そうですね、うん、そうそうそう。いやそれでね、地方とかは結構そうやって面白い番組ね、うん、攻める番組ができるわけですよ、うん、いいよね、かっこいいよね。だから攻めろよ、実名で何の問題があるの今まで無視してきたんでしょ、うん、だからここでまとめてさ返してやんねん、それが愛で愛愛いや見るかどうか知らないよ。いや見ない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 、絶対に、あのちなみに、ちなみに絶対に見ます。あ、見てんの俺たちの行動全て監視されて、うん、結構結構見てます、うん、俺も俺も、うん、俺も、まあ多分うちのそのサボテンとかの界隈見たくてしょうがないでしょ。ってことは金取れるってことなんだよ。いや、あえてフリーで出してるけどね。今まで散々有料級のものフリーで差し上げてきたでしょ。そろそろじゃあこういうの用意するからここにおいでって、月1000円だよみたいな、ありだと思うんですよ。例えば君だったらできると。そうか、俺はただの予報士じゃないで、すげえやつとつるんでる、俺のバッグに誰が行くか分かってんのかみたいな、俺のバッグに誰が行ってどうするの、うん、こんなとこで予報士の試験通ると、いや試験に通るだけじゃないぜ、俺の人脈もついてくるぜみたいなこと言ったらはいはい、やっぱそういう人の方がいいでしょ。うん、すごい早く頼んだんですけど全然来ないんですよね。ダッシュでもない、怒ってないんです。これ多分あらけ見たら笑うと思う、またかっていうね。いやじゃあ でもね、あのそうそう、新人の予報士を連れてきてって言ったの、それもちょっとあって、うん、いや正直ね、うん、まあ天候でいろいろ勉強して、うん、まあ、やっと受かって、うん、まあ、よかったよかったって、うん、それはそれでいいんだけど、よかったよかっただと、まあそれだけ、まあだからなんていう、中身を教えてもらいましただけの価値に対してお金払ったわけだよね。いくら払ったのか知りませんけど、でもさらなるね、付加価値的なやつ、でも別に その内容を教わって予報士を取るっていうだけだと別の人でもいいわけでしょ、うん、でも京子さんの方がいいと思いません？思ったから、うん、たんですよ。でそれは単純に教え方とかそれもいろいろあると思うよ、あると思うけど、うん、いやだからなんかその旋回スペシャルとかさあるじゃん。そうだよね、そうだから、あ、なんて言うんだろう、あの、ああいうのついてくる盛り上がりっていうか、うん、楽しい未来が見えるじゃん、楽しいからついていっちゃう、素敵な未来がついてくるじゃん、うん、漏れなく。で それは別にね、そのモテ策がついてくるか どうとかじゃないよ、そのこの人の周りに集まってるコミュニティ自体に価値があるわけ、うんうん、で でその価値は今のところお金取ってないわけ、うん、まあそうですね、そっちの方の価値よ ね、うん、予報士取るための勉強を教えますってところだけしかお金払ってないじゃないですか、うんうん、
もうちょっと高くても入ってくると思うよ。なんだったら。いやだからそのそれはまあある意味で逆にね、ちゃんとその見えるようにしてその価値がちゃんと。それだったら納得しますよ。だその他のユーキャンとかまあいろいろいるんでしょうけどライバルが。いやそことは違ってそれは教えるだけじゃないですよ。取った後も素敵な未来を見せますよだったら。プラス1000円ぐらい全然問題ないじゃないですか。まあでもそこはね、そうなんです。そういうのが、まあ、宣伝みたいな宣伝費っていうのが通常はあるじゃないですか。だけど宣伝費ってやるとあれだから、全部そういう1000回記念とか500回記念とかもそうだけど、あれはこういう風なイベントをして、あなんかこういう集まりであれこの講座受けてみたいなみたいなの、まさに広告量みたいなのをただ使ってると思ってるだけなんで、はいはい、そこにお金を取る、ありがとうございます、はい、ダッシュで言っていただいてありがとうございます。すいません、はい、大丈夫です、はい、全然、はい、乾杯。早かったね今回は。今回早かったと私だけ飲んでるみたいなことになる。いやいいんだよいいんだよ、飲まないと喋れないんだったら飲む。いやそんなことないんだ。俺たちは飲まなくても喋れるから飲まない、うん、え、これはノンアルなんですか。ノンアルです。飲めないんだよ。俺もさ飲めない。飲もうと思えば飲めるけど、でもあんまりもう真っ赤になっちゃって、うん、なんか寝ちゃう、うん、何しに来たか分かんない。そう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 、俺と一緒だ。あ、ほら飲めないわけじゃない。飲めないっていうか、まあだから飲めないからそんなにちゃう、うん、頭も痛いし、頭痛くない、体も動かなくなっちゃうし、寝ちゃうっていうか眠くて寝てるんじゃなくて目が開かなくなるんですよ、うんうんうん、で筋肉が作用しなくなってやばいやつね、やばいやつ。意識ははっきりしてんだけど、だからみんなの声全部聞こえてんだけど、うそ、倒れてるっていう状態。へー、飲まない方がいい。投資じゃないけどさ、なんかこう一時冷凍みたいな状態になる。本当だ。で3時間ぐらいすると、うん、復活しないで二日酔いの状態で、いや最悪だ、筋肉だけ動いてます。何もいいことだ。私もいいことない。何もいいことないね。なるほど、それでか。そっかそっか、通いって3時間で来るんだ。2日経ってねくねんじゃない。これはそうだね。うまそうですよ。これ牛タン。牛タンなの？うん。僕も仙台。そして、うん、あ、仙台行ってきた？おお。うまそうだよ、ね。いやだから。まあ、別にね、その個人名出さなくてもいいけど、うん、むしろ逆に、うん、ガン虫どころか、うん、ガンガン取ればいいじゃん、金、うん、取って稼いで、俺こんだけ稼いでますみたいな、公開するぐらいの勢いっていうか、稼げてちゃんと儲かってる。まあ一応やっていけてはいます。で、少しずつ伸びてきております。ただ少しずつ、その日本の経済成長とどっち、テンコロの経済成長どっちが上なの？GDP プラス 1% ぐらいいってんの？それはちょっとやっぱあれかな、まだそっちのそっちを上回っていないかな。プラス 1% 低空飛行ですよ。まあ下がってはいないわけね。全然下がってない。そうです、すごい。ちゃんと伸びてるわけ。このだってさ、いやだって予報士の資格なんて、うんうん、いやこのあとね、まあ、まだデフレすることはないと思うけど、うん、いやなかなかかつての威信というかさ、取ったら崇めるみたいな感じだったじゃん。あの時はさ、やっぱ高額な金取れたと思うけど、今やっぱそうじゃないでしょ。ないかも、うん、同じ金取れないでしょ。どうなの実際、単価としては下がってないの？取れないかもしれないけど、そこ下げる気ないです、うん、だって、あ、で下げなくてもちゃんと、下げなくてもちゃんと客が来るわけでしょ。いや、そうそう、ちゃんと来てるから、うん、昔よりもちゃんと来るような
むしろ上げていこうぜって話でしょ、うん、餅だけで言えば上がってきてるから、だったらこっちだって質の高い、初めの作る始めた時周りの業界はどうなの、周りはどうなの、熱くなってるし、そうですよね、で周りはどうなの、例えばユーキャンとか別のやついるじゃん、うん、デフレかわしてないの、どうだろう、だからあの私の知ってる会社は、うん、私がまさに勉強してた塾行ってた時の人数はいないですよ、うん、あ人数が減ってる、うん、同じ値段だけど、うん、あ値段は下げてないけど値段はね下げてないです、だから人数が減ってる、だから値段は下げないでいくんじゃないですか、そういうところは、うん、かといって人数増やすにも限界あるでしょ、そう君も今ね、3000人いるんだ、受験者1回の試験で3000人ぐらい、だから3000人のうち都心ほとんどが3分の1は東京とか神奈川にいるんですよ、1000人、うん、うん、だからその人たちがみんなうちの模擬試験買えばすごくないみたいなね、実際どれぐらいなのうちに実際の売り上げも、そんなたくさんじゃないです。ただ伸びてきてますよ。伸びてきてますけどね。10人ぐらい？20人。1回の授業では1回そのスクールやるときにはそんなそうね多くても10人とかしかいないんですけど、まあそれが年に2回あるからね。それでできればもう少し1回のその時間に30人ぐらい来るみたいなのがあれば、まあ、それが一番いいなと思って30ぐらいまでがちょうどいいなと思ってます、ちょうどいいなというかそれが多分一番現実的な目標として、それ以上は生徒がそもそもいねえみたいな感じだったんですよね、でも来ちゃうかもしれないじゃん、あまりにも君の付加価値が高くなっちゃった、そうね、それはあると思うそれはあると思います、だけどまずはあいつのバッグに荒研いんのかよって言ったら120人来ちゃうかもしれないじゃん、来るな、荒研バッグにしたら来るな、来るのこの間町田に120人来たんだよ、町田に120人来てだからそれが面白いよね、町田のねカルチャー120人じゃん、読売カルチャー、うちらやってるカルチャーね、うんうん、私の生徒さんの、うんうん、3人、まあいいじゃん3人だよね、超こじんまりね、すげえギラギラやってるよねどんな可愛いカルチャー作るのこれ、可愛い、可愛すぎるよそれは何を目指したカルチャー作るの、あそれはねもう私がただやりたいだけ、喋りたいこと喋りたいから聞きたいだけで喋りたいことちょっと喋りたいだけの、うん、ちょっとね本当そればっかりが売り上げをこう伸ばそうみたいな、うん、でもちょっとあんまりやってないっていうのはある、うん、トークショーなの、トークショー、そう、うん、トークショー、それで、うん、だからでも最低最高人数が3人とか割っちゃうと、うん、やっぱ開催してくれない、開催させてもらえないの、会場が、だからそれでちょっとやってっつって、うん、今までのカルチャースクールとかはギリで5人とか、うん、6人とかっていうのでやってきたけど、うん、今のあの読売カルチャーは3人しかいないからやべえっつって存続の危機みたいな、なりはいる人たちがみんな継続ってやってくれなかったら、もう一人来れなくなっちゃったんですよって言った瞬間に終わる、俺の喋る場所がなくなっちゃう、それ何喋ってんのそれ、えお天気のいろいろです、一応1年通して、それも収録しとけ、スクールがダメっていう一回言ったんですよ、お願いしたの、収録することはできないですか、そしたらそんなできないんですよ、会員様だけにこれをやってるんで、ね、うん、他のところでそういうおしゃべりって何かいいことあるの、え生徒側が受ける側とか、その企画する側としては、私側、うん、私のメリットなんだろうね、会場なんて別にどこだっていいわけでしょ、うん、3人、まあ3人か4人か知らないけど、うんうんうん、人集めて喋りたいこと喋るんだから、
どこだっていいじゃん。まあそうですね、まあ、でもそういうそのカルチャースクールっていうので言えば、それはねずっと私登録してるんですよ、うん、だからスクール開いてくれませんかっていうのが来たら、うん、はいはいはいやりません、うん、で言ってるって感じ。向こうからそうそうですそうです、講座を開いてください、開いてください、ちょっとここの時間が空いてるから第1第3日曜日やってもらえませんかとかってできたら開催する、うん、そういう感じなんです。そんなのがあるカルチャー、それをいいことに、うん、それをいいことに、それをいいことに喋りたいことだけ喋ってるって。でもあれって、あカルチャーって交通費も出ないしですよね。出ないし、取り分読売って確か3ぐらいでしょうね。私も登録してるから。何を登録してる？お絵かきで。お絵かきできる？登録はしてたけど、私やった時読売さんのは人数がちょっと集まんなくて、だけどカルチャーさんの方は2年ぐらいやってた。お絵かき。あのカルチャー、株式会社カルチャーの。おおお。あ、そうそう、あっちはいいんだよね、ちょっとね、あっちはちょっといいの。そう、でも交通費出ない。交通費出ない。そう、交通費出ない。私も交通費出ないのに、国領と調布、あ調布じゃない、あの南大沢、うんうん、遠いと遠くねっつって私なんかそこのカルチャー聞いてくださいよ。駅で言うと、うん、あのコーノスカルチャーって言われてて、そしたら行田ですよ、行田、あの熊谷のね一個手前、遠い、そうだから交通費だけで結構あれ で4人最低4人いて、多い時8人とかいたんですけど、はい、うん、でも結構交通費でポンポンって感じでした。お絵描き描けるんですか？描けます。上手ですよね。描けます。どんな絵描いてくれるの？ね、やってたのはスケッチ講座、スケッチ講座なんですけど、うん、スマホじゃないかな出ないです。なんか一緒にできないの？描けたの？お絵描きと。なるほど。お絵描きで、だから、割と野外でスケッチすることが多いんで、それ、お絵描き、スケッチャー向けの天気講座とか、そういうのはできるかな。みんな友達講師やってるから、スケッチの講師はいっぱいいるんですよ。あとは、ひたすら雲ばっかスケッチ。私、雲ばだから空ばっか描く方に今行ってて、ちょっとお休みしてたんですけど、勉強が。で、その雲の、うん、だから君の喋りたいこと何か知らないけどさ、こういう風に変化していくときにこういう風になってますよっていう中身をスケッチしてもらう。超いい、いい感じの絵で、うんうんうん、超いい感じの絵でね、画力があればいや先生でしょ。いや、まあ、別にだからさ、そんなさ、すんばらしい画家の絵じゃなくていいわけ、うん、あでもこれぐらいのスケッチできたら、うん、なんか人に教えたくなったりとか、誰でも描けるっていうのがあれだった、うんうん、基本ができてればこういう風に伝えるときに天気の話を、うん、こんなこう 3,4 枚の話で、うん、セキュラルの方とボンボンボンと話してたら、うん、すげえ素敵じゃんみたいな話だったらさ、これ天気の話でもなく、うん、スケッチだけの話でもなく、うん、なんかすごい味気があるというか、ぬくもりがあるというか、メモだから私がお天気の勉強しようと思った一つに、雲がうまく描けなくて、それでなんかスケッチやってんだけど、なんか雲が嘘なんですよ、うまく描けなくて、だからどうなってんだろうっていうのを知りたくって、最高のストーリー、天気のこういうことです。勉強を始めたらこっちにハマっちゃった。お前そういうこと早く言えよ。合格体験談に言って、合格体験ね、そういうこと早く言えよ。それも一つの最高ですよ、最高、一つの理由、うん、いや一つでいいよ、別に。いや本当些細なストーリーでよくて、うんうん、些細なストーリーの方が、あ俺もそういうとこあるなって思いやすいじゃん。あそうかもね、うん、あ確かに、いやそんな俺だってね、絵描いたなんて別にその中学校の
美術以来ぐらいで大して書いてないけどさ書いてみようかなと思うことはあってもいいわけ、うん、でなんかいざこう30年ぶりぐらいにこうなんかクレヨンとかで書いて大してうまく書けないから書く気になれないけどちょっと基本教わって、うん、それでそこそこその基礎のバックグラウンドちゃんとしたやつでその形の変化を説明するのにこういうスケッチ4枚用意したらどうですかと。でその時のスケッチの基本的に、まあ、こうやれば大体描けますからみたいなこと言われたらこれやりたい、うん、やりたいやつ5万といるっていい、ね、1000人ぐらい別にだから気象予報士取らなくて1000人くらい、いやだって気象予報士取らなくたってそれぐらいのことしたい人はいっぱいいると思う、うん、予報士取ろうと思ったらさ関東全部で3000人になっちゃうかもしれないけど世の中でそれぐらいのことしたい人って1万人以上いると思うよ。だからまあカルチャーが好きなものが廃れないんだろうけどね。だから3人ってことないのよそうか、うん、3人ってことありえない、まあ、お天気って絞るからこういう人しか来ないお天気好きしか来ないのか、お天気オタク的に でも単純にねスケッチだけ、うん、そのなんか描きたいものもふわっとしたまんまスケッチだけしようとはあまり思わないし、うん、じゃあさタイトルはさ雲を描こうみたいな、空を描こうとか、空を描こう、そんな感じ、そうだね、うん、そうすれば天気の勉強をしてしながら、そうだから明日の空を描こうとか、かっこいい、ね、じゃあ天気予報なんでしょ君の話は。天気図見ながら未来の空を描こうみたいな話はさ、いただきます、最高じゃん、うん、でそういうの金取りまくれよそれ別に変な話じゃなくて、そうよね、うん、その妥当なお金を設定したらみんな来るよちゃんと。明日の空を描こうって素敵、かっこいいですねスケッチだけじゃ物足りないよ、うん、でも気象だけじゃ難しそうだと思うでしょ、うん、天気予報でも天気予報だけだったらテレビで見ればいいじゃん、うん、でも君が見たい空を描こうよと、いいね、いい話でしょ、うん、いい話、だからそういう話はねもうすぐした方がいいんだよでも、ね、なんでそういうことし始めたか、そういうのって、うん、なんだろうな、モテ作戦とかさそういう話に価値を見出してくれるっていうかさ、ちょっと気づかないんだよね俺とか、だからこう発信してみて言ってみたらそれは面白いじゃんそれって言われないと気づいてないけどね、うん、だからだから君はその偉いのは自分が気づかない代わりに、うん、ひたすら毎日発信してるわけでしょ、だから別に自分で気づかなくても周りが勝手に気づいちゃうわけだ、うん、あ、そっか、ほんで話を持ってきてやろうぜってなるんだから、うん、それでいいんですよ、全部自分で気づく必要ないし、うん、そうか、そうだよね、気づいてもらってるっていうの、全部誰か一人になんかこう、うん、アイデアもあり能力もあり、うん、みたいなことは必要ないわけでしょ、なるほどね、そうだね、適当につまんできて、うん、まあなんか気の合うやつと掛け算して、うんうん、いい感じのタイトルつけたらいい感じのカルチャー作るんでしょ、おはようございます、よろしくお願いします、来たら10人ぐらいは来ると思うよ来ますね、来るねこれ、うん、今の天気予報の話がどういうタイトルで、うん、どれぐらいのレベルの人を呼ぼうと思ってるか分かんないけど、うんうん、敷居は少なくともググッと下がるじゃないですか、そうですね、そうかも、でその出だしのなんでこういうことやることになったかみたいな話だけで超面白いじゃん、で実際そのスケッチとかやったら、そのよっぽどその、まあ、知識とかその無理に覚えられなくたって全然いいわけですよ、書けるの、なんかプロダクトができちゃうわけね、その当日なんか、えこれ私が書いたスケッチなの、なんかすげえ自分で描けると思ってなかったみたいなものを描けて、それでそれはなんかこうふわっとただね、なんか何の根拠もないものを描いたんじゃなくて、ちゃんと学問的裏付けのあるものを、ストーリーのあるものを
書いてるっていうのがあったらさ、ただのスケッチ教室とも全然違うし、ただの電気教室とも違うしね。うわクソいい、それクソいい。やってる方も最高でしょ。うわクソいいね。どうしよう。てか登録してるってのもすごいことだね。あそっか。マジ今日はすげえ。これ知らなかった。あどっちも初めて知った。知らなかったでしょ。上手なのは知ってたけど、先生先生してるのは知らない。とかさ、あとはその今度はなんだ、荒木が例えば本出すときにその挿絵書いてあげるとかさ、最高じゃん。先生可愛いイラスト描くじゃん。あれね。いやあれはあれじゃん。あれは図でしょ。あれはあれだね。図、図だね。あいつの中ではあれは図だから。挿絵とは全く違うし。あれの描き方講座もやって。まあ別に荒木だけじゃなくてもいいんだよ。その誰かの。そのだから京子さんのテキストだって、うんうん、別に今まで分厚いものがだとある雰囲気をちょっとこうしたら変わりますよっていう。なるほど。ちょっとテキスト一緒に中身全く一緒でいいからそのレイアウトを変えて、ね、そのタッチを絵コンテっぽくしましょうかとかそういうの、ね、したらあら可愛いってなって、あの予報士取りた取ろうと思ってない人もなんか欲しくなっちゃうようなものができたっていうわけです。よし、メモしました。はい、これやりましょう。やりましょうか。うん。や、うん、最高の。やべえこれ楽しい。いや呼び出された甲斐あったね。あよかった、お呼びかけて。たくさんの上に来いって言われて。いや本当、いやもう俺も来る前はね、うん、いや本当暗い話だと思ったの。あれ暗い話どこ行ったの。だいぶストレス負けなみたいなビデオ来たからさ。またあるんでしょ。おとといね、おとといの夜、そのアラケンと二人で何喋ってたか知らないんですよ。その面白い部分10秒か5秒ぐらいの、うんビデオで、うん、細切れにね、うん、酔っ払いながらもう管巻いてるわけですよ。だからさ盛り上げたいから金取るんじゃんみたいなこと言ってたいるわけ。酔っ払うと結構面白いですよ。恥ずかしいんです。でもね、うん、だから私が撮ってるんじゃないじゃん。荒木が撮ってるから。で、なんか荒木がなんていうか、でお前は何をするんだみたいなこと言って詰めてるわけよ、うんうんうん。で尋問されてるみたいな状態になっちゃって。でなんでだからになっちゃうかっていうと、でその前にね話してて、で私がなんか言うと あそれそれっつって取り出すから、うん、でもう一回言ったことをもう一回言わず、だからになっちゃう。で管巻いた感じになっちゃってるってだけで。いやいいんだよ、いいんだよ。だから取りっぱなしにして取って出しスペシャル。取って出し、取って出しスペシャルだな、これ。今回こういう飯なしでこのまま行こう。うん。これでちょっと明るい話して。そうだね。うん。ボープンにしちゃうよ。でそのままこれ宣伝にしようよ。おお。俺たちいい話した。でこれやるよみたいな。やばい、絶対やろう。だってこのタイトルいただいていいんだよね。でこれ、うん、あそういう話だったら協力したいとか、うん、そういう話だったら受けたいとか思った人は、うん、ちょっといいね押してくれよみたいな。そうかとか、うん、いいねぐらいだったらいいんちゃう、うんうん、で協力してくれる人本当に現れるかもしれない。で予報しとって、うん、取ったはいいけど、まあ、ちょっとすることないみたいな人とかいるでしょ絶対。いるでなんかその撮ったのを生かした何かこう、うん、何かしたいみたいな人いるでしょ、うんうんうん、それに響くよ。撮ったはいいけどあ俺のこれにこの資格と知識にちょっとスケッチ足すだけで、うんうん、あこんな素敵になるみたいなね、いや今までね、人たちは絶対来るよ。そうだ。で、そういうその質の高い人が集まるじゃん。うん、ね、その別に資格持ってない人もそうだけど、うん、その興味の持ち方がさ、なんていうか明るいじゃん。うん、ね、うん。で、そういう質の高い人が集まってくると、コミュニティとしてやっぱりさ、
超身を行う、うん、コミュニティに価値があるから、うん、このコミュニティに価値あるコミュニティに属せますよってだけで、うん、金取れるようなステップにまたどんどんなって、うん、またうちのスクールに、うん、だから今度はカルチャースクールじゃなくて独立したこうなんかオンラインサロンでも何でもいいよ。なるほどなるほど。なんかそういうのさ作ってさ、でもうあの抽選でテンコロ2000回記念に特別スペシャルしてあげますよみたいな、ちょっと上から目線な特典つけてさ2000回の時に取っといたしね、なんかスペシャルな感じにしてご招待しますよみたいな、ね、っていうかお前来いみたいな、実際はお前来いだけなんだけど、うん、でもなんかその手としてはそれプレゼントみたいな感じにすれば、うんうんうん、それはもう絶対都合つけてきてくれるじゃん抽選で3名様までですよ、おあれすごい特別感だね、あの貴重な場で、うん、あの質の高いコミュニティで、うん、ね、10分も喋れますよみたいなね、うん、最高のプレゼントを差し上げます、うんうん、本当だ、ちょっと自己紹介するだけでめっちゃモテ先に褒められるっていうね、そうだね、そうだね、褒め上手だから、ね、すごい気持ちよくなる、気持ちよくなるよ本当にうまいよね、いや本当だ、話してちょっと自信がついてくるっていうかさなんか楽しくなってくるんだよね、うん、野崎さんとかさミキティとかもそうだけど、なんか話してるとさすごく、あなんか自分はね、あこんな暗くならなくていいんだみたいな、なんかできる気がするみたいな、逆にね、受けるどこで奪われてるんだろうね、奪われる環境が問題なんだよ、これがデフォルトだったら、うん、そういう悩みないじゃんそうだけど、うんね、周りにそういうのしかいなかったらね、そもそもね管巻く必要が一切ないよ、ないんだけどね、どこで奪われてるの、なんだろうね、えどこでって、そういろいろじゃない、まあ、そのさっきのねメールもしかり、うん、もうブロックでいいの、いろいろです。いろ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 こういちいちこうザラッとするね、ザラつくね。いちいち来るんだなんか。ね、人気出ちゃったからさ、うん、ある意味ね、まあ、ある程度のとこまで人気出ないとこうならないと思うんですけど、うんうん、あそれでもほら人気出たのに、言われた、うん、人気出たのに人気が出る前の意識のまんまでしょ、あそっか、うん、ははん、それはありますね、人気まだ私はもっとこびないとみんなに好かれないんじゃねえかみたいな意識があるからで昔のまんまの気がする、まあ、悪いことじゃないんだけど、うん、その変なの来た時までそんな意識でご丁寧なのをザラザラしてる必要なくて、もうスパムフォルダーにぽいですそうかね、そうね、だから来たことすら気づかないみたいな状態にしとけばいい、あそれも言う、まさに言われた、目につかないようにすればいいじゃん、目につくからザラッとするっていうかさ、ちょっとこうざわざわし、いちいちね、いや自分でリアクションしてるわけでもないのになんか無視してるくせにざわざわするもうなんだけど、なんかだったら目につかないようにすればいいじゃん、でもそれができない、できないね、まだちょっとどっかで愛しちゃってるかな、だから、うん、ね、なんだろうな、だなんだろうね、うん、誰からも嫌われないようにしなきゃみたいな、うん、それ無理、嫌われる勇気、それ無理嫌われる勇気、嫌われる勇気だね、あなんかそれドラマだね、ドラマだっけ、なんか本があってドラマ、本だね、本だね、本がすごい、そうかそうか、読んでねえけどなんかそんなタイトルだったよね、そうそうそう、なんか読んでそうだって、読んでねえ、この店の名前なんだっけ、ビストラやから、ビストラやね、はい、今心理学の勉強とかもしてるんですよ、最高だよ、じゃあ私だからなんか、うん、
嫌われたくない人っていい人やっちゃうからすごく辛くなっちゃうらしいです。ちょっと私のカウンセリングをお願いします。それは紹介しましょうか。、まあ、私できないから、ね、その心理学だけ。あ、すいません、ジンジャーエールお願いします。はい、それと、生グレープフルーツサワー、はい、はい、はい、そのあとその心理学とかさ、すげえいいと思うんだけど、うん、こういう時はこういう人が多い、こういう人はこうなるとか、まあ心理学的にきっといろいろあるんでしょうけど、こういう人の、まあ、こうなっちゃった時のなんていうのか、ちょっと下がっちゃった時の上げるための空を描こうぜ。あ、それね、そうしたらすごい、なんだろうな、暗い回になる。そういう人じゃん。スタートが暗い感じになる。いや、もし周りにそういう人いたら、こういう空を描いてあげれば上がるとか、その上がっていくストーリーなんだよっていう雲の発達を描く。まあ、アラケン的な漫画のストーリーを持つところで、ああ、そうかそうか、まあ、でもあれもその心理学じゃん。うん、そうだね、心理学と雲の発達をこう掛け合わせてるやつじゃん。でもまあ、だからあれに色使いを入れてみたりとか、そのスケッチのどういうのがあるのか知らないけど、優しいタッチにして、はい、ジンジャーエール、ジンジャーエール、まあ、ジンジャーエールで、はい、優しいタッチはこうとか、力強い線にするとはこういうことだとか、あるじゃん、あるの、なんか分かんないけど、私のスケッチの師匠によるとやっぱ線は人が出るよね。性格出るよね、で何考えてるかって分かっちゃう。やだ、そうなの。うん、へー、結構わかる。へー、それはなんかその心理、まあかじっただけかもしれないけど、心理学っぽい要素をかじっただけだから、そんな偉そうな。でもまあだからその心理学を勉強もっとしようっていう本人のモチベーションもないし、まあ講座自体はこうこっそりね、ステルスで心理学入ってみたいな。いいですね。今回は地味に力強い、あの線を描くように教えちゃうみたいな、あえてね、うん、でそういう雲を選んでそういう空を選んで、でそういうなんていうかストーリーを、小学的なストーリーを選んで、はい、やりながらカウンセリングできちゃったら一番いいんですけど、なんか結局でやっていけばやっていくほどそのなんか溜まっていくじゃん、いろんな人がいるから、はいはい、そうするとなんかそのカルチャースクールやればやるほどこの講座のなんていうかコンテンツ自体がさ、成長していくっていうか、これ続ける理由になるじゃないですか。そうですね、前からやってた人も同じこと聞くんじゃなくて、同じこうスケッチしてんのになんか全然違うことやってる、でなんか自分が育ててる感も出てきたりとか、そういうところにはやっぱり属していたいもんじゃないですか。そうだね、私が作ってあげなきゃ的な感じになってくるともう最高ですよ。そういう人は大体仲間呼んでくるから、どんどん流行る。もう行きたいわ、今から行きたい。今申し込みたいわ。できてないのに。とりあえず申し込み。どこでやってんの。いくらだよ、それいくらなんだよ、教えろみたいな。いくらでもいいよ、払うからとにかく言えよみたいな。とりあえずやりたい、やってみたい、一回なんか知らんがやってみたい。カルチャースクールはね、なんか定期のあれがあるから別として、別件でうちらでやりたいと。俺とミキティは地元の金沢文庫の芸術祭っていう、うん、はいはい、うん、
なんていうか地元のね、うん、アートフェスティバルがあるんです。あ、それでフェイスブック上げてたんですね、うん、でそれの実行委員をやってて、で俺は別に絵も描けないし、ミキチも別にそのなんかできるわけじゃないけど、芸術できるわけじゃないけど、実行委員やってればいろんなアーティストに会えるみたいな、うんうん、でまあ、だからそういう感じでコミュニティが膨れていくんだけど、芸術実際にできる人がこう広めることもできるし、芸術好きなんだけどやってみたいけどできなくて、でもなんか触れたいみたいな、でもこうその教会にいる人たちっているじゃん、いるいるいる、俺かも、でも美術館に行くような感じとはまた違うんだよねっていう、ふんわりしたこう芸術ファンっていうか、もっとなんかスルッと芸術に行きたいみたいな、なんかこうハードわーよし構えていくみたいな感じだと行ってみたいけど、ちょっとね、で例えば、まあ、俺らはそういうのにこうなんか実行委員に関わってなんかお手伝いとか、もうやってることは本当になんか祭りの準備だけだからね、うん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 、絵も何も描いてないし、祭りの準備だ、ほんと提灯つけたりなんだけど、それだけなんだけど、そういうのもまあちゃんと人が来るからすると、パッと見ね、その講座開かれたらすぐ食いつく、で俺の周りにすぐ食いつく人いっぱい思い浮かぶよ、ね、マジでマジで、あーやりたいね、やろうやろうね、だってそういう界隈の人たちって、うん、自分の絵を求めてると思うけど、そんな角度から言われたことないと思うよ、うんうん、俺の色使いにはこだわり持ってるっていうアーティストがいたとしても、うん、で雲は描いてるけど、今までその見た感性のまんま描いてたのも、うん、ちょっとしたバックグラウンドがスッと入っただけでなんか別物になるみたいなことが、ひょっとしたらプロにだったらもしれない。なるほどね、目から鱗だね、目から鱗ってこういうことになるの。結構東京に勤めてるよ、うん、その金沢文庫芸術祭のスタッフが、うん、東京からわざわざいらっしゃる、うん、よくやるなって思う。触れたい、触れていたい、芸術に接していたい。もうだからそれにね、かなり人生注いでる人たちがいるからね。なあ、実行委員っていうことだけだよ。うん、絵に人生注ぐんじゃないんだよ。うん、実行委員にね。なのね。いやだから普通にそのなんかフードの出店管理とかね、そういうのの管理にこう担当でこう心血を注いでる人とか、ホームページをいい感じにするために一生懸命やる人とか、別に芸術じゃないけどそれにかけてるよ、その人たちは。すごいなって思って。で実行委員すごい張り切るみたいな感じ、あの感じですかね、あの熱い感じ、実行委員がなんかすごい燃えてるっていう、うん、そうだね、大変であればあるほどやりたくなっちゃう、燃えるみたいな1円も入ってこないのに、むしろ払ってみんなすごい大変なことやった、それがこうなんか生きがいじゃないですか。なんでそれやったの。それはモテ作ファミリー、まあ、美樹ちゃんがその最初ハマって、うん、まあ、俺はそのなんていうかバックアップじゃないけど最初、うん、それにハマったのはその芸術祭でその子供たちにいろいろ絵を描かすっていう趣旨が結構ある、うんうん、でそのいろんな小学校にその自由に旗に絵を描いてそれを祭りで飾るからって言って、そのうちの子の小学校のところにそれ来て、うん、でその、まあ、授業で描いたって言うから見に行ったわけ、うん、おいいじゃん、うん、まあ、うちの子の描いたやつが教室のあそこに貼ってあるんじゃなくて海の公園の広場のこうそこら中にこうバーッとピースフラグに張り巡らされてる中の1枚を探しに行って、うん、まあ、まだその風景自体も素敵だけど、うん、それ探しに行って、で、あ、これかってなるだけでもちょっと素敵じゃん、うんうん、いい祭りだなと思って、でそれでみきちゃんはその実行委員長のダンちゃんっていう人に
その直接メールを書いて入れろと、すごいやらせろと。ミキってさ、ミキってね、なんかねそういう雰囲気ない、なんかすごい静かな、もの静かな感じがするのに、なんかさ時にさ、なんかそういう信じられない行動力をさ爆発させるじゃん。なんかジャムステックに入るともそうでしょ。びっくりしたんだよねそのエピソード。本当え、何、いまだに俺も理解できないけど入ったエピソードがすごいんですよ、うん、あ、ジャムステック、うん、いやどうしても入りたかったね、うん、え、入りたかったから、だから1回受けてそのまま入ったわけじゃなくて、うん、3回受けて、うん、いろんなこう部署を受けて、まあもともとね俺が先にいて同じ職場だったら、うん、まあ、お互いいいからっていうのもあるけど、ね、うんうん、でまあだからジャムステック以外も受けてない、就職として筑波大だとか、うん、神戸大に受かっちまったよこれ別居だなみたいなとかいろいろありましたよ、ね、面白い。まあ、でもそういうことある、うん、でもそのストーリーが素敵じゃん、うん、入っていくときのそのきっかけとか、うん、ここに顔変わろうかなって思って最初の些細な出来事自体が一番なんかこういい話だよねってなるじゃん。いや、そういい話だし、だからそこになんかこう人のね、その人のだから根源がギュッてこうある、それを起こさせてあげるのがカルチャースクールってイベントをやる意味だと思う、うん、その誰が来るか分からないけど、うん、私はすごい些細な人で本当はもともとこういうことしたかったんだけど、おって思ってこうなったっていう、まあ、何かしらのきっかけで来るわけ、うんうんうん、そのストーリーが素敵であればあるほどいいコミュニティになるんですよ、うん、そうですね、うん、生徒さんは漏れなくそのストーリー持ってるから、うん、その生徒さんのストーリーをどんどん取り込んで書き算して別の講座にしていくみたいな。最初はスケッチから始まったけど掛け算が3つ4つに作ると最終的にはこうなんかどういうものになるか分かんないけど、うんうんうん、別物になるじゃないですかきっと。なんか分かんないけど料理とか出てきたりするみたいな、料理とか出てきたりとかさ、文化が出てきたりとか、うんうん、いろいろで来ますよ、うん、天気だけで収まるはずないんだそうだよね、うん、っていうかね、収まれないし、収まってたら多分業界終わるんです、うん、終わってしまうと思う、うん、俺もそれが昨日あの君の管巻いてるビデオ見ながらちょっと思ったことなんだその、まあ、気象業界盛り上げようみたいな気持ちはすごい素晴らしいなと思ったけど、今俺たち結構天気だけに頭が閉じてるんですよ。あ、そうかも。正直俺もそう、俺もそう閉じてるなと思って、うん、でこれ閉じてる限りは、うん、いくらまあだから面白くしたところで、そう、天気の中では面白いだけでしょってなっちゃうじゃん、うん、そう、うん、ちょっとだから外に出ていくか外から引き込むかなんか分かんないけどちょっと混ぜていかないとなと思ってたわけよ俺は、うん、生活ですか天気密接だもん。そう、密接だからね、うん、実際はだから何にだってつながっていくはずだなっていうのを分かってんだけど、多分なんだろうな、面倒くさがってんのかもね、うん、俺が知り合いいっぱいできたじゃん、いっぱい合格させてきたんでしょ、うんうん、その人たちのストーリーいっぱい聞いてきたんでしょ、うん、そう、そうで、その中からこうこれかけたらいいんじゃないのっていうのをかけてたり、あるいはだからその合格者同士でお前とお前あれやってこいよとか、あの先生のところで教わって合格しちゃうと俺が資格取ったで済まないと、なんか新しいことを立ち上げさせられてやらされるよくわかんないけど俺にわかベンチャーみたいな状態になっちゃうっていうね優評判も最高じゃないもしできたらね。え、今までぶっちゃけ何人ぐらい合格させたの？
まあ事情でいいよ、ね、俺の成果、ね、俺が送り出した俺が送り出したなって思ってる人は、まあ、テンコロ公認の天頃公認の俺が生み出した予報士、まあ、まあ20人ぐらい、もうそれずらっと並べてくる今までっていうかその図鑑出してそれ、うん、図鑑出すかっつって天頃公認予報士図鑑それでその一人一人に対して、まあ、プロフィールは別にあるけど、うん、天頃先生から見た、うん、こいつはこういうやつっていう講義をつけて、いや、いずれこういうことを一緒にやりたいなと本当に思ってますみたいなことを一言つけたら、うん、それ本気にして食いついてくるかもしれないかもしれないし、こんなこと言ってくれるところに教わりたいなっていう人も来るかもしれない、うんうん、両方ある。そうですね、うん、そういうのって別にさ、その予報士講座みたいなものに対して必要のないもんじゃん、うん、そう本来、うん、本来ね、必要ないけど、うん、なんていうか必要ないから世の中にないよね。どこで受けたってそんなのないよね、うん、あそこで受けた人同士の横のつながりなんて絶対できないでしょ。そうだね、うん、確かに俺たち天コロ卒同士みたいなそういうコミュニティないじゃん。でも20人いたら成り立つよ。なる。いや私ね、そうだね確かに。ラジオっぽい TV とかのほらイベントとかをちょっとそういう感じを少しそろそろ出せんじゃないかなって思ってるんだけど、思ってはいるんですけどね。ラジオっぽいはラジオっぽいで、まあ、ラジオっぽい TV っていうブランドでくくられてて、まあ、なんかあれはあれでなんか天候の予報士講座となんか別の枠に見えてるんだけど、俺の方からは。あ、そうか、うん、別物かな、うんうん、すごい参考になんかお天気に触れるのにはすごくいい感じ。あれ必ずしも別に予報士取ろうと思ってない人も見てるし、そう、うん、適当な人も見てる。だからまあそういう間口が広くて素敵だなっていう、うん、あれはあれでいい、まあ、そういうコミュニティ、うん、予報士もすでに20人も送り出して、うん、天候公認のこいつら素敵な予報士ですね。だって最初私、うん、講座は受けてなかったんです。そうですね、イベントにいきなりすいませんって言って500回の時に、ね、すごいバクバクしながらメールした、うん、バクバクしながらメールした。本当ありがとうございます。行ってもいいですか。そうだよ、だからミキティが文庫芸術祭に入った時もそんな感じだと思う。あ、素敵だなってなってバクバクしながらメール打ったんだと思うよ。だから1つ目は、そっか、でもその感じはすごいあると思う。そっか、それでずっと見続けて、あ、やっぱここで講座受けたいなと思ったね。いい話してるだろう。いい話。これを見たくなった見た人はまだだから大荷物さんみたいに出てくる。そう、間違いなく。そう、本当でもね、なんだろう、嬉しかったんですよ。その500回にの時にメールをね、全然だからそれまでは知ってる人みたいな感じ、うんうん、そうだね、300人ぐらいまではね。そうだから入りづらいかなと思ってて、前のを見て300回のとか見てて、あ、なんかあ、ちょっと素人ちょっと入りづらいなと思ってし、結構ね、完全に本当に全く知らない視聴者で来たみたいな、うん、織本さん、あと前川氏は、あ、前川氏、あの初回から見てるからね、もう本当もうスペシャルなんで、もう神なんで、あれなんだけど、うん、織本さんはでも何だろうな、純粋に視聴者からこうグッギュッとこう入ってきて、そしてスクールまで来てくれるみたいな。一線化の時はさ、うん、西日本から現れたからね。あれちょっと俺もびっくりした。そうですね。いずれ一人目が現れるなって思ってたな。まあ500回目が結構早かったなと思った。けど一線化の時なんか
なんか各地からなんか、ね、なんかすごいそう。え、その海渡ってきた人とかいたでしょ。で広島四国から来た人いた。あ、いや、広島じゃない。広島。四国からいなかった。香川、高知、愛媛。なんか忘れたけど。愛媛。愛媛の農家。愛媛の農家。あの長井さん、長井さん、うん、農協の。みかんの話してくれたうっきり話だ、うん、あの方もね合格体験談って言って合格体験談の時東京に来たかったんだけど行けないって言ってたの、うん、スカイプでそうスカイプで合格体験談聞いたんだけど、うん、だってあれ旅費自費で来るって相当なもんだよ、うん、愛媛だから、うんでもすごいね、そこはすごい価値が大きいと思って、わざわざお金かけて、うちのあのイベントに金なんてかけなくていいんだけど、その交通費を。それは何かって言ったら、それは何かって言ったら、それ 何に価値を兼ねて彼女が交通費払ったかって言ったら、やっぱりこのコミュニティじゃん。と思う。だからその誰がいいっていう話になって、はいいい感じの人たちがいい感じの関係になっているっていうこと自体に価値があったんですよ、うん、そしたらだから自腹で交通費払ってでも会いたいっていう人が現れるようなまあもうもはや団体と言っていいよ我々団体だね、うん、団体ね、うん、まあでもよくよく考えるともともと学会とかってそういう団体なんていうの立ち上げの時最初そういうもんじゃん気象学会。学会ってすごい。気象学会ってそうですよ。もうなんかあそこ行けば金自分で金出してでもあそこ行ってなんか喋ろうってなんかネタ持って寄ってしゃなんか喋ればいい感じの仲間になれるって思って集い出したらそれが100人になって200人になって全部なってっていうのがだからもう今大げさ。学会ってすごい。今ね大げさになっちゃってるから、うん、で事務局がいたいとかさ。うんなんだか法人とかになってるからそういう雰囲気ないかもしれないけどもともとそういうことだでもこれはもはや天候学会天候学会これ、ね、俺たち天候学会ってさ何とか来る可愛くないの可愛いですよネーミング可愛いネーミングが可愛いよねネーミングの天才なんで会費無料参加費も交通費だけも、うんはいうん、でもだからその自分のやってる事業とか、うん、そのビジネスとかは自由に紹介していいとかね、うんまあ、別にそこもなるほどなるほどそうかそうか、うん、そういうことじゃんあそれいい天候学会かわいいのだったら本当に月1000円ぐらい取ったっていいんだよだから年間1000円でいいだろ、うん、それで成り立つぐらいのものには正直なっていうものあえてしてないって言ったら、うん、結構払う人いると思うよ、うん、いるから、ねうん、いいねだってさ、今の時 Facebook のグループあんじゃんか、うん、スレッドだけメッセージスレッドだけじゃなくてグループ非公開にして立ち上げて、うん、そこに入れてあげるから月1000円払ってねっていうのがオンラインサロンとして成り立ってるうん、やりますよ、そういうオンラインサロン会費払うみたいなのもある、うん、だから会費の決済システムだけ別に別口に用意しておいて、PayPal でも何でもいいけど、うんでそこで入金が確認されたらグループに追加してあげるよって、うんまあ、だからそれだけだから別にそのただでみんなやってんじゃんやってるそのパフェダーズのところでグループ作ってみたりだろ、うん、なんだろう あるでしょあれをあえてだから月1000円取ってオンライン有料サロンとして立ち上げたってそれ十分成り立つでこの人たちとつるんでいたい人たちだけが集まってきて、うん、とかね、やったっていいんだよ。
からそんなにその伝コロ学会とかって言ったって大変な運営をしなきゃいけないわけじゃなくてじゃないと、うん、別にそれだけだって言ってたんですまだ必要なだけ取ってもいいしちょっと付加価値つけさせてくださいねって言ってもいいつければつけただけその本当まあだから本気の人しか集まらないまあ、だから一緒になんかこう講座やりましょうよ的な人だけが属してるから、うんうん、なるほど、うん、だからまあそれだったら5人でもいいわけじゃないですか、うん、でも私に関わってれば基本、うん、いいことあるわよっていうだけの話たまに呼び出されて飲むだけなんだけどこいつってたまに呼び出されて飲むだけなんだけどでもね、得るものがあるかもしれない。うん、いやあると思う。持って帰れるかもしれない。でもまあ俺はね、だからあのサイエンスパフは結構そういうイメージだったんですよ。うん、金は取ってないけど、うん、まあ呼び出してすぐ集まって、一緒になんかこうイベント的なものをやるならやってとか。っていうのを延々と喋ってる、うん、あの状態は、まあ、まさしくオンラインサロン有料級のオンラインサロン、うんうん、でも別にその俺はその利益が必要なかったから、うん、取ってない、うん、取ってないから、そうね、俺ちなみにオンラインサロンに有料で入ってるのあるよ、 Facebook グループっていうだけだあるの、うん、キングコングの西田あああれ、あれに書いてあるそれはどれぐらい所属してるんですか、どれぐらいっていうのは人数的にたくさんいる人数何千人何千人もいるんだでもファンとかじゃないんですよ西野の考え方みたいな、うんうん、そういうなんかねそこの、例えばね絵本を作るのに協力したい人とか、うん、絵本書いてるからその絵本に集まってる人もいれば、うん、だから漫才コンビのキングコングの西野がファンですっていう感じの人いないないんだそういう人だってオンラインサロンで別になんていうのそのイベントの裏側見せられてもうちが分かっちゃうのへえ。ビジネスの裏側を全部そのさらけ出しててむしろだからそのこういう広告打ちたいんだけどデザインや誰かやってくれないみたいなで振ってきた誰かできる人いませんか的なそういうでもまだ内密になんだけど、うん誰かがデザインしてくれたら嬉しいみたいなことバババーンってそのブロッケのデザインがいっぱいいるから、うん、こんなんどうですか そんだけいれば、ね、その本の表紙、ね、今度発売になります、うん、半年後です、うんうん、でタイトルはこうなんだけど、うん、その白地に赤がいとかこう、いろいろあってまだ写真はこれ使えてんだけどデザインをこうなんか何十種類とみんなこうデザイナーたちがバーって出してくれるそれさ1000円どで登録してんのよ金払って入ってて金払って登録してるほうでも俺のが採用されたってなったらそのデザイナーすごいことだよそうだね、うん、まあだからただでやれっていうなんかその感じでもなくてなんか面白いこと考えてくれる人は自主的にやりたいんだったらやってくださいっていう感じの呼びかけが常に入ってへえ。でもまだこれその出版半年後だからこれで決まりではないから出せないっていう話裏話をずっとしてたそれなになにそういうやり取り的なものも見れるっていうかそういうそういうやり取りに自分が参加するほうグループに入ってるとそれ自分のタイムラインに流れてくるんですよ。だからそのなんていうか社員になる権利。社員というか要するにまあだから芸術祭で言えば実行委員になる権利。意見を物申して
私はこっちの方がいいと思います。だデザインそのものをしなくてもこれの方が私は好きですって言う権利で彼は彼でその自分の周りに共感して集まってる人の中から濃い意見を吸い上げて戦略を立ててる。クラウドファンディングで100人で飲み会を開く資金集めたりとか飲み代をみんな払うわけだ、うんうん、とクラウドファンディングが成立しちゃうわけよ、うんうんうん、で飲み会やるだけなんだけど、うん、飲みでかい会社で100人の飲み会をやるだけなんだけど、でみんなだから出してる金額は、うん、飲み屋で3000円をこう幹事に徴収されて払うのと、うん、クラウドファンディングで3000円払うのと全く一緒だ。同じだってことか。だけど、うん、この西野があえてクラウドファンディングにしてるのはクラウドファンディングで例えば100万円集まりましたとかなるとそれ自体が広告になるから来てるのはそのオンライン参加メンバーで、まあ、分かってるメンバー押すと成立しましたっていうブランドがつくちゃう。でどんどんこのなんていうのその課金が増えていくっていうことだけでもそのクラウドファンディングサイトの中でその注目プロジェクト上がってるわけです。でそんなのも、まあ、だからちっちゃいのはその飲み会から始まってまあだから天候が一戦回記念的なやつもある、うん、もうちょっとでかいのもあるいろいろあってそれを全部累計していくと1億超えてるわけです。彼のクラウドファンディングはでも、ね、彼は結局懐には入れてないわけ、うんうんうん、結局プロジェクトにバッと使ってるしそれだけなんだ。横から横に流してるだけなんだけど、うん、1億っていう数字は残るじゃん、うん、面白い。クラウドね1億の稼ぎましたみたいな集めましたみたいなこと自体がバンバンニュースになっちゃう、うん、そうするとその絵本を今度出版しますとか、本を出しますとかっていう時に、それ自動的にそれの講演会とかもまたクラウドファンディングとかってやって参加してどんどん来ちゃうんだ。そうババッとかってなってでニュースで1億も集めたキングコングの西野が今度は絵本を出すことになりましたみたいな感じになるちょっとほっといてもヤフーニュースにバンバンあるみたいなサイクルになってる。でもまあ俺らは別にねヤフーニュースに載らなくてもいいけどその濃いメンバーに参加するっていう権利に対して金をあえて払わせるっていう、で自分はもう参加してそれを作ったんだから一冊まず買うじゃんそれっていうところからスタートすると、だからその自分の懐に入るお金じゃないんだけどあえて人の目に見えるところで金が積み上がる様子を見せさせて天候一戦が生きるのもいいんだよ。そのあれを開催したいとか言ってなんか知ってんのは、ね、内輪のメンバーだけじゃん。で目標金額5万とかじゃんそうだね、でね、うん、一口1000円とかにしてさ、うんうんうん、でまあ参加したい人はみんな 5口ぐらい払う、うん、でまあ十何人とか来て、うんうん、まあ、5万で成立みたいな、うん、すごい話なんだけど、そうこうしているとこういう人が増えるわけ、その外から見て、あ、いいなっていいなと思って、うん、私も一口払えさえすれば、うん、そのドキドキしなくてもいけるわけじゃん、うん、そうか、パーティー参加券として払って、うん、何月何日も決まっていくから、うん、そこに行くだけでお迎えされて、うん、スッと入ってくれるみたいな、そういう仕組みか、だから買った方がいいよ、リンク見た、あ、そういうこと、うん、読んだ方がいい、あれ読んだ方がいい、あれマジで、本ね、本だいたい今東京なんて1時間とかね、今1時間とかね、
あ、ちなみにね、あと15分ぐらいで来ると思います。あ、誰が？え、島下さん。おう、ザキと一緒じゃない？どう、ザキ革命のファンファーレ、革命のファンファーレ。おー、これです。見たことない。うんうん、すごい。これ、そっか、読むか読んでみっか。せやな。今だから俺この1時間ぐらい喋ってたのってほぼ受け売りだからえ、だとしたらすごいね。全部自分のものにしてるね。まあ、だからそんな風に思えないもん。受け売りっていうか、その明日の空を描こうみたいなことにね、まあ、出てくることだけど、掛け算したらいいじゃんっていうのは、うんうん、意識としては、うんうん、似たようなことを言ってる。全部その自分一人でやる、書いて自分一人で作り込んで出版社に渡してみたいなプロセス自体にこだわってると抜け出せないから、うん、その作るっていう作り手に参加させちゃう権利を売ればいい。その例えば10人でも20人でも。ああ、待って待って、なんかで見た、テレビでなんかそんなのやったかもしれない。そのちょっと断片的なやつだけど、そんなこと言ってたかもしれない。そうすると、うん、まあだから乾杯のつもりかもしれないけど、うん、100円でも1000円でも何でもいいから、その払っちゃった人は頑張れよの気持ちだったかもしれないけど、うん、なんか関わっちゃった以上買わないと気が済まなくなるんだよそうなるじゃん。俺らがアラケンの本に対してやったことって大体そういうことでしょ。雲塚ね、雲塚はあれはあえて、まあ、だから金が取れなかったけど、要するに出版前に読ましてやるから意見言えみたいな感じだったけど、俺だって読むの大変なわけだよ、コスト払ってるわけだよ、時間だけど払っちゃった以上ね、完成見たいから買うよね、これ。買うな、うん、1冊や2冊じゃねえよ、買ったの。結構買うなって結構買った、その上になんか人になんかこれ読めって言っちゃったり、これすげえ本だから、うん、俺が書いたかもような感じになっちゃってる、うん、でそういう人が勝手に宣伝してくれるんだから、うん、そうだよね。でそれが10人になり20人になり、うん、で100人になって1000人になったら、1000人営業マンいたらそれはいくらでも売れる。だから荒木の場合は200人ぐらいいたんだよね、うん、そうね。だけどこの間その水見さんの雨はどこから来るのとか、結構いい本なんだ、うん、いい本なんだけど、あれは完成してから俺が買ってるから、いろんな人におすすめしましたけど、ね、読んだよね、読んだ読んだでしょ。いやだから、まあ、そういう人たちが買ってくれると思うけど、やっぱり完成ね、完成してから俺も手に取ってるから、うん、もうそれ以上広げるのはやっぱ厳しいね。その制作段階のところに荒研的ないろいろ仕掛けをしようと思った俺があの本にはもうほんとそういうことをいろいろ思いつくわけ、死ぬほど思いつくんだけど、まあでも出来上がっちゃった、すごい完成度で出来上がっちゃったもうでもこれはやりようがないじゃん、もう中身がいいよとしか売りようがなくなっちゃって、そしたらまあ俺だけで40冊ぐらい買ってくれた人がいたらしい、おすすめした中、まあ、200人ぐらいおすすめしたからパワーあの学会のメーリングリストとかにバンバン投げた。あれなんだっけ、あの予報士会のメーリングリストにも来てたよね。あ、本当。あ、そうそう、筆屋さんにも頼んだよ。あ、そうそう、筆屋さんから来てたんですよ。筆屋さんの筆屋さんの後ろにモテ作ありきなの、うん、モテ作筆屋さんはみたいな、ね、これ送ってくれと、この中身で、あ、俺名義でもいい、うん、のやつを転送でもいいし、君がおすすめしてくれてもいいけど、まあ大体こういう内容で、うん、おすすめしてほしいみたいな。そうかそうか。俺なんか神奈川予報士会のメーリングリストのなんか来るんだ。なんか入れてもらってて、ああそうなんですか。特別に読ませてもらう、だけど俺は投稿できない。あそこには、うん、らしくて送るとあの弾かれる。見るだけ。
閲覧、閲覧そういうのあるんだみたいな。面白かったな、うん、それなんか俺はね、この読書学会に行った時に、うん、著者を集めてセッション作ったりとかしたいなって思ってたりして、うん、この学会の中でいろんな著作を今まで書いてた、うん、でその作りにあたって編集者どうだったとか、うん、売れ行きどうだったとか、ぶっちゃけこうだったって言ってしょ、うん、なんか頼もうかねとか、なんか頼もうかねっつって私ばっかりしか見てないけど、なんか こんなのねえのかみたいなのないか。お腹すいた？よし、じゃあちょっとガッツリ食えるやつね。大体このノンサラでおすすめ的なところはもうあったんですか？おすすめって何だろう、私のただの独断だよね、うん、私が食べたいやつ頼んだって。まあ今日そういう回だからね。そう、うん、俺様の回。だからもうすぐ来るからきっと食べる人まだ全然平気だから、おしちゃう。人間とか興奮液、バーベキューソース、肉、いいね、肉、うん、肉ね、はい、スペイン産三元豚大分焼き、はい、うんうん、あとここに来てシーザーサラダ、はい、じゃあサイズの方はいかがさしましょう。あ、レギュラーで、レギュラー、はい、はい、シーザーサラダ、あとベーコン、モッツァレラ、ナス、トマトパスタ、うん、はい、はい、そしてお飲み物は大丈夫ですか？ジンジャーエール、じゃあジンジャーエール、はい、ジンジャーエール2つ、ジンジャーエール2つ、はい、ジンジャーエール2つ、はい、じゃあね、はい、決まりました。すいません、ありがとうございます。20時18分に秋葉着らしいです、うん、とのことです。もうそろそろ、あと5分、面白いね。でも島下さんと一緒になんだ行動やりだしたとかもさ、似たような話じゃん、元枠で、うん、最初一人でやったんですか？講座は、ね、うん、一人じゃない、一人というか一番初めにやったのは e ラーニングなんですよ。だから一人でチクチクやってたんですけど、だけどちょっとリアル講座やりたいなって。その時に、でもその会社をそもそも作ろうと思った時に島下さんに相談したんです。島下さん会社経営者だから、会社作るのどうしたらいいですかって相談しに行って、それでこういろいろアドバイスをいただき、会社作って、じゃあそのスクールって言った時に、じゃあそんな一人でねやるの大変だから、昔うちですがその気象予報士スクールやってたんだけど、今やってないから、先生いないの、先生いないからやってないから、そういうので共同開催でやりますかって言われて、それで共同開催ってやります、あ、でやらせてもらった。自分の場合は場所をかける能力者、うん、あ、そう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 ですね、そういう、まあ、そういう環境なんで大体立ち上がるもんみたいな、うん、それ無意識だったかもしれない、うん、
今の掛け算するものをちょいちょい変えていけば無意識だけど、そうだよね、似たようなことが、だからあの時、立ち上げの時はなんかこう新しい広がりを感じてやってたりして、うんうん、あの感じをこう掛け算するタイミングごとにこうちょっと膨らんでいくっていうことだと思う。でそれに応じてビジネスとしては儲かると思う、うん、膨らむ旅ごとに、うん、そうか、そうだよね。俺らはね、俺とかアラちゃんは、はい、あ、はい、もう国民の税金を食ってね、ノーノーとやってるから、これもうね、国家の財産としてね、ただで使っていいわけ。あらげんに講師料とかいらない。いや、NHK を払った方がいい、うん、あいつら儲けないから。儲かってる人たちは講師料払った方がいいよ、はい、俺もだから受け取るときは受け取るけど、うん、基本的にはね、こういう関係だったら、うん、俺に講師料とかいらないわけですよ、うん、国家の財産を勝手に今だから自由に使ってるだけです、手でいけるわけです。いや、まあ、だから先生来ていただきましたみたいな感じにしなくてもいいし、使えるだけ使う。俺も散々やってやったよなみたいな関係でいいわけじゃない。散々やってるからね俺たちは。まあ、お互いそういう感じじゃん。そうだね、うん、で君のビジネスがでかくなるってことは俺にとってはすごいいいことなんですよ。アラケンもそうだと思う、うん、なんか直接的に俺は利益を共有してないけどね、うん、それこそだから最初言ってましたけど、最初のお題に行くと気象業界が盛り上がるのはいいことじゃないですか、うんうんうん、そういうことそれはだから俺に懐に入ってこなくてもいいから業界が盛り上がるのがいいのから、うん、業界の中でそのビジネスでちゃんと儲けが膨らんでる人が一人でも増えたら、うん、俺たちにとってもそれ最高、うん、でその脇でなんか新しく別なスケッチとかあって、うん、なんか新しい分野を開拓し始める人がポツポツ現れて、それはそれで儲け始めたりとかするともう最高なわけです、うんうん、俺たちとしてもうどんどん進むのが広がって俺らに到達してくれる人が増えるから、うん、今のところね、俺とかアラケンとかね、すごい俺らが頑張って裾野に到達しようとしてるわけですよ。それ厳しいわけ、もういい加減、うん、今アラケンは NHK 使ったり、うん、キャスターさん使ったりとか、まあ、そうやってこう広げてるけど、うん、まあ、あれもいずれ限界来ます、うん、そんなの続くもんじゃないしね、多分忙しいし、そういうの忙しいし、死んじゃうし、ね、彼もいつまでも20代じゃないから30代になっちゃったって言われて、もう30代になったでしょ、なっちゃってるから20代の時の感じで徹夜とかもできなくなるじゃん、うん、あいつだって、うん、いや、あいつげえなとかもういつ寝てんのかなとか思うじゃん、それはまあ20代だったからよ、うん、いずれできなくなってくる30後半ぐらいから。カルちゃんの時聞いてたの、参加者の人っていつ寝てるの。あ、そうですか、カルちゃんの生徒さんがなんだっけ、町田の、はいはい、時になんかカルちゃんの生徒さんとか、なんか相手の人、あ、はい、何かとコラボでやってた時、うん、いつ寝てるの、なんかすごい不規則な、なんか夜中にやって明け方に寝て、でも下活とか梅雨活とかもやってるから結局寝れなかったりとか、うん、なんか変なんだよね、多分変に12時とか寝たらその後3時ぐらいにもう起き出して、こんなのたまにポカッといけばいい、おー、行っちゃいましょう、ポカッと、うん、あざっす、あの人もね、もう考えることね、そうだよね、でもね、なんだろうな、だから、彼の
裾野を広げてあげるつもりで自分のビジネスをでかくして儲けるという。今までこんなやつ君のところに集まってこなかったでしょっていう人を集めてくれば、スケッチが好きで来たんですよみたいな人をあいつの口座に送り込む。あいつの口座。ありがとう。若い人多いからな。わかんない。ラケンさんとか。若い人多い。あれかビジュアルか、ビジュアルだろう。ありがとうございます。イケメンだからな、イケメン乗っかってっからね。まあでもそれを使えるのも30代までだな。やっぱ40になったらさ、イケメン使えない。そうそう、いや今の調子では多分、いやもう見慣れてくるとね。スマップだとやっぱ40になってくるとさ、いや大変になってくるじゃないですか。拡大しないみんな嵐に行っちゃったりするじゃん、うん、だね。次のそれこそだって俺らもそれは望むところだけど、次のアラケンが出てきた方がいいわ。まあそうだね、そいつが人気になった方がいいわ。そうしなきゃ業界がね、アラケン個人が盛り上がって盛り上がり続けるのは別に業界としては何も望んでないという、アラケンはもうだからそのそれこそ外でやって頑張んなくてもよくなって、裾野はもう無限に10年前よりも10倍になってるから、うん、放っとけばよくてっていう状態になってた方がいいわけだね。熟年層がさ、少ないじゃないですか、アラケンさんとか。あ、そうなの、うん、なんか見た感じ、カルチャーに集まるのを見た感じ、うん、若い人多い。あ、そうですか。年齢、そうか。で、スケッチの講座なんかは、うん、私が一番下だったりするんですよ。割と熟年の方が多いんですけど、なんか昔やってたけどやってみようかなって方が多いから、結構いますよ、だからそういう年齢上の方たちも。防災とかにも話持っていくと、救いたいのはそういう人だったりするわけでしょ。ああ、まあそうですね。若い人集めるのはいいし、盛り上がるのもいいことなんだけど、本当に届けなくて届かなくても悩んでますみたいな話になった時に、いざなった時にその辺じゃん、例えば年齢層的に。でどうしたらいいかが分かるじゃん、そういう人と付き合ってる。今ここで3人で喋っても結局永久に思いつかないけど、もうカルチャースクールでそういう上の年齢層が自然に集まってきたりとかすると、その人たちが何を考えてる行動パターンがあって、趣味思考があって、どういうところに集まってるのか分かるじゃん。そしたら何すればいいかが自然と出てきたりとか。でだからそのこの間はあの人が教えてくれたんですよみたいな感じで立ててあげたりとかすると、もうすげえ気持ちよくなるでしょ。絶対その生徒ではなく、一生徒ではなくて私もこれを作った一人のメンバーなんだみたいななっていくじゃん。そういう人はもう永久に来ますよ。まあ、この間なんか撮りましたって報告して Facebook で、でスケッチの仲間の方は講師やってたりして、今度何日に野外スケッチなんだけどどうかなって聞いてきたから、気象庁の予報をそのまま教えてあげたんですけど、そしたらすごい感謝されたって。やり方を知ってれば誰でもそれはできるんだけど、割と知り方が分かってない、そういうのを教えてあげるだけでも最高だよ。だってスケッチのロケーションとかだってスケッチ好きな人じゃないと分かんないじゃん。そうだよね。そういうところに行くときに、道はね、道案内見りゃ分かるけど、このルート上での、まあだからバスに乗ってるときはいいけど、歩かざるを得ない場所でどうなるかが知りたいわけでしょ。だからちょっとセットにしてあげたらいい。最高なコンテンツになってる。これはやばい、いけるコンテンツ。そのロケーションの独特の気温差を今年に対してこう調べてあげて、紅葉いけるよとか、この辺の、まあ、桜でもあるんで、そういうこと知りたいわけじゃん、あの人たちも。でその
土地勘はあるかもしれないけど、データ的なバックグラウンドはなかったですよ、ところをちょっと参考にして最高なんだ。そうだね、面白い、面白いね、これはできるね、いけるよ、相当儲かる。テンコロの練習2倍にするのが俺の俺の目標いやそれぐらいじゃないとさ、やっぱ年率 1% の 成長とかまだデフレ経済じゃん、やっぱり所得倍増って本当だね、本当だね、本当低空飛行でね、もう少しなんですけどねいつも毎年言われる、決算の時にもう少しなんですけどねって言われて、何がもう少し、もうちょっと上がるといいんですけどねっていうのを、その会計士にしてもらって、上がるといいんですけど、ね、うん、おいしい、しまーす、マッキーも久しぶりになってるよ、シルクもあったんですか、今日は終わります、待ったよザッキー、でもね今日早かったんですよ、だろうね、まあ、だから来れたってことだ、いつもそんなに時間かけてる、なんか前半にいろいろ雑にあで最後の仕上げで収録してるから、はい、今日なんか印刷工場になるだね、ごめんね、私はやってないからね、何やってたの、模擬試験をね、印刷して発送するために、あ、こちらで収録中です、だいたいこの辺が映ってます今まで俺しか映ってなかったやばくないですか、ね、え、なんでこっち向いてないの、だから収録はまだ続いてる、うん、なんでこっち向いてないか、俺の回だから、今日のビデオは何、チームサボテンのビデオ、今日はファーマーズカフェ、ファーマーズカフェ、だからファーマーズカフェ後のなんか裏情報みたいな話コンテンツにしてもいいし、ファーマーズカフェってねはい、はい、だからファーマーが見てくれるんじゃないかと思って、はい、ファーマー向けにやってんだけど、実際どうなんですか、そもそもファーマーがそんなに見てくれてない可能性が高い、ファーマーは誰も知らないんだよ、ファーマーが知らないっていうってことに、ファーマーまで届いてないですよねきっと、ファーマーが早めかよきっと夜遅い、あ、更新が遅いっていう、ね、時々寝ちゃいます、ね、なるほど、あれだね、需要と供給が一致してない、あ、でも早朝に見ればいいか、知ってればねっていうね、だからなんかほら金曜日にハロー船長さんっていう、はい、ちょっとこう沿岸ハローとか、そういうハローの情報とかも言ってる、そっちは見る、あ、本当、人がいるっていうファンもいるんですよ、はい、素晴らしい俺見てねえからいいんですよ、ちゃんと見てる人いるんだろうなと思ってはいるいやだからね、あれ結構大変な内容じゃないですか、喋りだって大変だよね、準備だってさ、適当に喋れない人そうだね、何飲む皆さんは生だね、はい、ね、決まり、チームサボテンは飲める人ばっかりなんですか、飲めますよ、はい、あ、でもさっきそんなたくさんは飲みません、すげえ飲む人知ってる、すげえ飲む人ら知ってる、ね、人が持ってきたワイン2人で開けちゃう、ビールとハイボール、あ、じゃああと、あ、ごめんなさい、生ビールもう一つ、決まりました、今日はずっとほっぺたを叩いてるんだよ、叩いていいだよ、ずっと飲んでるわけじゃない、ずっと飲んでますよ、いや、ここに来てから飲んでます、だからさ、2人ともほらもう2時間ぐらい経ちましたけど相当いい話公開されるんですね、もちろん、いやまさかねこんないい話になるとは俺もちょっと思ってない、やなんかだからテンコロの愚痴聞かされるのかな、俺たち呼び出されてこいっつってね
遠くまでね呼び出されてね頑張って何がいいんだよみたいな感じでこういうなんか管曲がれるのかなって意外といい話になっちゃって最高でしたよ、ね、管なんてそんなねそんな管巻かないですよ正直すげえワクワクしましたよ僕は、うん、ワクワクする話これあのお肉ね豚だよ妹さんのおめでとうって話したらあもうちょっと、まあ、出だしねおめでとうございますおめでとうございますってなって、まあはい、あいい感じだと思ったらでも中身今日あれだよなみたいな違う俺もちょっとね無理やりおめでとうとか言ったけどさ、ね、でも中身あれかみたいな茂手作さん的にはこう私とか私と2人だと本当暗い本当ただの愚痴みたいになるの嫌だから合格者呼べって言ってたらしい、うん、新人予報士のこう未来を語るような感じにしてくれたら最高じゃないですかそしたらなんかそのキラキラした夢とかじゃなくてお、そのカルチャースクールでこれ実際やったらめっちゃ儲かんじゃんみたいなキラキラしたでもすごい具体的な話になっちゃって地に足のついた本当にそうマジな話、うん、これは面白いみたいな話がでテンコロの年収倍増計画テンコロの年収を倍増してくれる計画をなぜかモテサクさんには考えてるそういう話だったら、はい、全然俺もう、ね、言うだけだから言うだけだいや俺としてはねもう本当儲かってほしいわけ、うん、その気象局が盛り上げたいみたいな気持ちを持ってるのももちろん大事なんですがその気持ちのまんまマジで儲かっちゃってっていうその儲けるためにただ働きに使われても全然問題ないから儲けるために小手作さんもねだからもうこの人が儲けるその懐に入るその後ろでね俺がどう使われるのかお前どう使ったって構わないけど こっちはほら国民の税金で食ってるからもう国有財産じゃないですかどう使おうと自由なんですよただで使って OK 講習料とかいらないから荒研もそうだし国有財産でしょこれ、うん、あれに金払う必要ねえからね一切金払う必要ないからバンバン使ってでバンバン儲けろっていう話をしてたっていう年収倍増、うん、元がどのくらいかっていう話もそれはえ何俺も知らないけどちっちゃければちっちゃいほど倍増しやすいでしょしやすいそうですね、うん、だから中途半端ですよそこ本当にやりたいのその目標にしたいぐらいの、あの、うん、ぐらいの値段です。どれぐらいなの？1.5 倍ぐらいが現実的なの。いやだから 1.5 倍だったら、うん、だから近い将来できそうぐらいの感じです。今サボテンとかでもう少しこう新しいのいろいろやってるから、もう少しこっちの講座とかもバンっていけるっていう、うん、でもそれに限界があって、うん、じゃあ他のっていう意味で言うんだったら、そうそうサボテンとかどれぐらい儲かってるのか分かんないけど、この3人トータルでとか、まあ、ここでとか分かんないけど、多分ねその天気気象のカテゴリーに閉じてる限りはちょっともう厳しいなっていうのが俺の感覚はあるんですよ。でこの新人予報士はねスケッチ持ってきて、それ芸術とかも最高だからみたいな話をして、で例えばサボテンは気象だけしかできないって言っても、ここに派生者所属してる人たちが違うところとこう、うん、例えばコラボしてなんかこう裾野が広がっていくんなら、なんか最終的にここにもどんどんこう入ってくるみたいな、そうそうそう、こっちにも来るしこっちにも来るしみたいな、で天気からちょっとはみ出したなんか誰かと、うん、でも天気好きな人いるじゃん、うん、この人はそういう人なんです、予報士の資格、うん、撮るほど好きなんだけど、自分でそのスケッチのカルチャースクールに登録してるぐらい、まあなんかこうちょっとしたものがあるわ。先生なんですよ先生。だからカルチャースクールの先生なんですよ。スケッチ。あ、はいはい。夕方5時ぐらい。え、それを初めて知りました。そう、知らなかったでしょ。だからそれを合格体験談で言ってねって言って。あ、私は。はい。
ナスとモッツァレラのトマト。はいはい。カルチャースクールの先生。四枚。四枚だけどシーザーサラダは楽しみ。はい、これは楽しいのかもしれないな。私最近自分がこぼさなくなったんですよ。この前は友達のビールが全部こっちにかかってきたんですか。じゃあなんかあれじゃない、そういうなんかあれなんじゃない、星、うん、なんかそういう、そうなんか星盛りなんじゃない。この前びっくりするぐらい全部ズボンがビールにまみれて、それで帰ったんですけど、あ、じゃあこれお皿変えてもらっていいですか。はい、すいません。あとおしぼり、はい、ください。カルチャースキームってすごいたくさん種類あるじゃないですか。あります。それそれなんですか、やってる団体が、うん、なんで NHK カルチャーだったり、あ朝日新聞、うんうんうん、ミューニカルチャーとか、うん、それぞれ大体そんな感じなんですか、新聞社がやる、新聞社、その私は株式会社カルチャーっていうところの株式会社カルチャーっていうのは私が予防士講座をやってたやつで、それは本当にマジでカルチャーしかやらない会社で、それ以外に割と新聞社とかが多いですか、テレビ局とか、うん、NHK とか、NHK とか、うん、すごいいろんな種類あるじゃないですか、いろんな分野、うん、じゃあジャンルとか、うんうん、それでいろんな先生がいるんだけれども、うん、多分見てパッと見て知ってる人たちは、うん、ちょっとなんていうんですか、まあ客寄せの方、そうそうそう、すぐいっぱいになっちゃう、先生をなんか聞いたことないような、うん、先生方のレベルがどのくらいなのかなっていうのを、うん、が疑いっていうかあるんだけど、実はそういうぐらいのレベルじゃないと始められないみたいなところがあるんですよ。ちょっと、はいはいはい、あんまり高いところにいきなりね、いけないから、僕はあのちょっとまあもし年取って時間ができたら、うん、カメラを、ね、趣味としてやりたいと思ってる、申し訳ございませんでした、はい、全然でも知らない、今は知らないですけど、うん、やりたいと思ってると、うん、いきなりレベルの高いところ行っちゃうと、まあね、そんなのも知らないのレベルで来られちゃうとちょっと聞いちゃうと、ね、初心者向けっていう講座が必ずどこでもあると思う、そこから入って仲間からいろいろ情報が来るとか、そんな感じだと思うんですけど、ね、あと、ね、上手に文章が書けるみたいなことって、ね、ありますよね、何でもありますよね。人形劇をね、動画で人形劇をね、上手に書けないんですよ、なかなか。作家ですか、作本っていうんですか、シナリオみたいな。シナリオって前田さんがだってやってるじゃん。ほんのちょっとでもいいかな。シナリオ講座行きたい。なんか行けばいいじゃないですか。だけどいきなり行ったところで。むしろ教えてあげれるぐらいじゃないですか。みんななんか、じゃあみんとりあえず一個やってみましょうみたいにいきなりなる流れは怖いんですよ。はい。だから100円近くあんまり知らない先生ぐらいの乾杯、あ乾杯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 、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。そんな逆にそんな悩みを持つとは本当にちょっと、ね、調べてて、あ、そうなんですか。 NHK のカルチャーだから、うん、荒木さんがやってるやつに2回ぐらい秋にちょうどスケジュールが入ったんで行ったんですよ。本当にいっぱいいろんなのあるから、ありますよ。読売もありますよね。読売もいっぱいある、すごいいっぱいありますよね。くっそいっぱいある。そう。こんなのまであるんかい。あの予報士を教える先生で、それ来て世の中に、まあ、何かあるんですか。先生になりたい人講座。予報士講座はあるよね。でも予報士の先生になりたかった時期があったわけでしょ、本当は。なりたい、教えるってどういうことか、その講座を開いて生徒集めるみたいなのがあって、こういう実情ですみたいな教えるんじゃとか、やっぱカルチャースクールでキャスター講座やればいいんじゃないですか。それはキャスターやってたんじゃない、キャスター呼ぶの
だってキャリアがある人がキャスターコーダー。でも先生のキャスターコーダー相当いいじゃないですか。もう一回忘れてね。こういう格好で夏だった。相当身のある話をいっぱいしてもらったんです。あ、こうそういう講座も昔あったんですか。昔やってた、ね。今やってないんですか。あんまり そこのあそこから出た人があんまりキャスターにならないよ。何になるの。それはマップ行っちゃうからね。これ最初行っちゃうんですか。マップ行っちゃう。だから NHK なんだ。カットないから。カットとかないからね、これ。私したら、ね、今ね。そんなまずい話なんだ。大丈夫だよ。今キー局の天気予報やってるんだけども。見てないからね。僕が教えた人いっぱい。すごい。あ、そうなんだ。NHK に行って最近ね、アップしても再生回数10回いかなかったですか。長いから、ね。うん。長いからだよ。撮ってそのまんまのやつとか。まあ、だからその編集してちゃんと見せるようにしないとね。誰も見ない。だけどね、カットしないところに実は価値がね。でもね。俺らにとってはそれにが価値だったりするし。そうそうそうなの。まあ、議事録じゃん。事実上。そう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 なんですよ。議事録なんですよ。酔っ払ってるからさ、結構いいビジネスの話してたんだけどさ、忘れてない、覚えてないから、ね、後で見る、恥ずかしながら。あとね、そのこういうアイディアあるんだけど、手伝ってくんないみたいな話の時も、これ見ろっつってこの動画送ればもう一発だから。こういう話だから。僕はね、大体さっきの松崎さんが、俺は言うだけだからって言って、言うだけぐらいの感じで言う人の話の方がいっぱいヒントある。あ、まあそうだね、そうなんですね。だからそういう役割の人も一人いた方がいいです。無責任だからさ、そのプレッシャーないでしょ。そうするとアイデアが柔らかいわけよ。失敗を恐れないから、ね。それテレビもそうだから、あの書く人、放送作家って、うん、その実際に書く人よりもなんかその言うだけの作家っていうの、会議作家っていうね。でもその会議作家のアイデアをが本当なんかちょっと秀でてて、秀でてるから、だから直接そのままは採用できないんだけど、それをなんとかすればすごい面白くなるみたいな。ヒントがすごいいっぱいあるっていう人がすごい出る。尖ってるところだけ取ってきます。そういうことです、そういうことです。尖ってることを尖りすぎてのちょっとだけ丸くしてそれはそのままはテレビにはできないけどっていうのをちょっとこう丸くして、あ、こうできるようにするっていうのが一番の、うん、出てるし他にないし面白いしっていう感じになる系なの、うん、系なの、大手作、俺だってほら、オリオさんに声かけられて講座作るみたいな話にちょっと一瞬なってたけど、あれからもう何5年近く経ってな、一銭もオリオさんにペイバックしてないからさ、ひたすらあのスタジオをただで使ってね、何も貢献してないなって。いや別にまあそんな恨み、あの引き目に思ってないけど、うん、せめてね、テンコロぐらいは、ね、所得倍増にして、ね、すいません、本当頑張ろうと思ってるんですけど、もう管なんか巻かなくて済むような状態すいません、本当儲かってますよみたいな、ただになんかしませんよみたいな言うぐらいの感じ。いろいろね、ファンが増えるといろんな人が出てくる。その話、その話、最初その話。カスタマーサービスセンターみたいなのが必要になって行くよ。カスタマーサービスセンターだよね。いや、僕のほら会社スタッフ10人しかいないんですよ。10人もいらっしゃる。10人でもいろんなことある、いろいろ話してるでしょ。はい、あるんですよ。だから本当に10人いらっしゃるんですか。10人でもいろんなことが起こるんですよ。びっくりするでしょうね。オフレコじゃ言えないよ。本当にそれはそうでしょう。これを私が対処しなきゃいけないんでしょうかっていう。なるほど、なるほど。社長なの。社長、社長ピンポン押してください。社長が一番近いんです。
社長の苦労話とかは俺すごい金払って聞きたいな。あ、聞けると思います。お皿をください。さっきのちょっとこぼしちゃって、シーザーサラダを、シーザーサラダまるまるちょっとダメになっちゃった。料理ダメ。レギュラーサイズ、レギュラーサイズ、あのね、レギュラーとでっかいのがあるんだっけ。あ、じゃあレギュラーの、ちょっとお皿を、そしてお皿をください。あの、投資も1個ダメになってる。はい、投資も1個ダメ。丸っか。あのところない。そうだね。あのね、ちょっとあの新人さんなんですよ。研修中なんですよ。うん。びっくりした。なかったことにしたいって。研修中はね、多分上に報告してなかったと思うけど、言います。あるけど、金払ってます。そうですよ、普通クリーニングだったから。ね、まあ、ないけど、ないけど。クレーマーズカフェ。やだそれ。それはそれとして面白いけど、それすごいなんかやりたくなってきちゃった。面白そうだよね。だとしたら適任ですね。これ、いっぱいあるでしょ。それもいっぱい受けてますからね。クレームアウト、今日のクレームすげー聞きたいんですけど、これでそれにこうどうやって対処して、こう今日も一日俺は大きくなりましたっていうの、落ち、毎回落ちが決まってる。俺もまた成長、今日も成長しちゃってきましたっていう。あ、そっかそっか。あ、それ面白いね、クレーマーズカフェね。クレーマーズカフェ面白いね。めっちゃ聞きたいよね、うん。クレーマークレーマーでもいいけど。だから親父ギャグが止まらない。クライマーじゃなくて。クライマー。クレーマークレーマー。おー、いいね。あの、チームサボテンは、あれこう、ビジネスとして始めようの一環なんですか。広告的に広げるための要素として、ああいう枠をこういくつか用意してズバッと打ってこう。業界がほら、うん、ご存知の通りで大きな会社が2つあって、あとは全部中華になっていかない、だいたい商がいっぱい。ああ、そういう感じ。まあ、その中の一環ですよ。うん、それで、まあ、例えば予測の業務の許可を取るのでもすごく大変で、まあ、最低限の情報を入手することにまずお金がかかったり、予報士を一定の数所属として雇用しなきゃいけないとか、業務許可取るのにまず大変で、業務許可取らないと予測ができないんですね。で、いろんなそういうのがあって、でもまあ私のところは一応旅行者を派遣するのが一つの柱で、それと旅行者のスクールを両方こうやってきて、スクールに来てくださった方が合格されて、仕事をしたいと思った時にこちら側でっていうつながりがある中でやっていただこう。でスクールも私一人だとなかなかやっぱ立ち行かない、こんなことやんなきゃいけない。テンコロさんが、しっかり教えることもできるし、代行して、テキストもきちんと作れるし、もういくらでも喋れるし、それも楽しく授業やるし、僕なんかよりずいぶん楽しくやるから、かえって適任だと思うんですけど、で一緒にやりませんかっていうことで、スクールは今より一緒に共同で、ちゃんと模擬試験も作ってくれるし。今度それに、ね、差し入れが入りますから。素敵でしょ。スケッチのカルチャースクールの先生が軽く爽やかなスケッチ入れて、爽やかかどうかはだから積乱雲でも何でもいいですよ。その習ってる単元っぽい何か差し入れをちょっとですが、中身全く一緒だけど、やっぱ受けてる方が全然価値違いますよね。まあ、ここがだからね、あの、ボとテンなんですよ。サボテンのサ以外の防災気象プロとテンで、
今まではやってたんですけど、某天某と天で某と天で某と天で差がないんですけど、サニースポット、サニースポット会社が、はいはい、すぐ僕の会社のすぐ近くにあって、はいはい、前から知り合いだったんですけど、はいはい、そこはあのどちらかというと気象データの販売とか、はい、予報業務許可も取ってるし、うちがないそのシステム、プログラマーの人もいるから、はい、システムも持ってて、データも持ってて、予報業務許可も取ってて、だけどそこは、そちらはどっちかというとデータ販売が主なんで、人のサービスがまだちょっとできない。人を発見したり、本当に予測情報を、予測を作っていると。ちょっとなんかかかっちゃった。それは感覚があったかもしれない。テーマ吹いたけど。もうちょっと吹いた。うん。はい、すいません。はい。はい。もらっといてあげて食わない。え？あげ、もらっといてあげて食わないんですよ。食べます、食べます。あ、食べない。あの糖質ダイエットみたいな。今日昼めっちゃ食べたの、うん、しかも2時ぐらい、2時半ぐらい、はい、肉をがっつり食べて、うん、サラダバーでもりもり食べて2時半からだったらもう、え、もうすごいすごい時間経ってる、私朝グーグーじゃん、なんか、うん、今なんか重いなって感じ、朝食かな、もう一回卵もう一回楽しいところだ、卵を乗っけるところからだ、はい、これ豚ですよ、豚美味しいです、あとこれ牛タンです、スペインの豚、違います、イベリコじゃない豚、三元日本の豚です、わかりません。まだ何も食べてないの。だとしたら館内からずっとつけてたみたいな。お昼のなさいよ。なわけないから。2時に食べた肉じゃないの。ハマーズカフェここで。今まで20分間映りっぱなし。いや、その前に収録もしてるから。そうかそうか、ファーマーズカフェここついてさっきほくろ増えた感じ、そう違う違う、多分違う、なんかレモンとかなんかやんなかったのかしら、あんま記憶ない、いやでもそれがきっかけで人気出たりします、そうだよ、何で人気出るか分かんないよ、うん、なるほど、そのサニスポットさんがそういうのは強いので、それぞれの強いとか強いとか強いとか、まあ一緒に作られてる定型みたいな、全部自分で全部やろうとしてやってみたら、で一緒にやった方がいいみたいな、使って言って声かけて、そうそういう風に言われて、確かに自分でやるの大変だなと思って、話しとって似たような話をしてたね、うん、俺たちねまあそうですね、うん、でそれは今そのちょっと経路の得意分野の違う気象会社同士だって言ってたんですよ、うん、気象会社ですらないっていうところをかけていったらいいんじゃないかなって、うん、そっからもうドンとこうはみ出るみたいなね、うん、であの人形劇とかだってああいうの好きな人絶対います、ああいうの作るのが好きな人もいるし、シナリオ書くのが好きな人も絶対現れるから、それもうなんかいいじゃないですか、でそのそういう人たちは会社でその利益をとかっていうのも参加することに価値を感じてる人たちが世の中に絶対いるからっていう話をしたんですよ、その2時間か、でそれ、ね、例えば僕とかミキちゃんとかは地域の金沢文庫芸術祭とかね、
大丈夫ね、でも、うん、あのお祭り、地域のお祭りです、ね、でも、まあ、お祭りってその提灯が出てるような感じじゃなくて、そのアソバートスクエアっていうお絵描き教室がその最初こじんまりと始めたやつがだんだんでかくなって海の公園で開催されて1万人が来るっていうね、すごいフェスなんですけど、まあだからフードも出てくるし、そのまあ芸術ってもいろいろあるじゃないですか、作るのから描くのから音楽からね、いろいろ集まってきて、でまあだからもう十何回やってるうちに1万人が来るようになっちゃったっていうフェスがあるんですけど、その実行委員やってるんです。どうしてその実行委員をやろうと思ったか、その参加すること自体に金が、そのもう金もらってもいいぐらい働いてるわけですけどだけどね、うん、分かります、もうその金が欲しいんじゃなくて参加すること自体をさせてほしい人が世の中いるんですね、ああいうの見てる、ああいうイベント見てる、ないね、なんかウェザーニュースのあれみたいだね、なんとか対ゲリラ豪雨の一時やってましたけど、なんかあれお金払って月額300円とかでしょ、うん、それで報告するんだよね、そうなんか私ほら機器が通信機器がもう時代遅れだからやめちゃったんですけどでもそう写真撮ってこう送ってレポートして、むしろ金取って、そうよね、うん、その作ることにプロダクトを作ることに参加させてあげるっていう、うん、むしろそれぐらいの感じにしていこうぜっていう、すごいよね、それがだからそういうことなんですね、そういうコミュニティの中心になって、あこのコミュニティに関わりたいなって思う人は金払って、うん、2,000円払って参加するで、作るんなら作る、まあ、得意なものを持ち込んで自分の色にちょびっとだけ染めるみたいなことをやらせてあげる、そうするとその人は全国の、まあ、ある時売ったプロダクトはこう必ず買うわけです、自分が買って作ってるんです、ね、1冊は欲しいよ、そう必ずある程度売れるじゃないですか、売れるだけじゃなくてその人が自分が作ってるから人に自慢して買ってほしいわけですよ、いいものにして営業部隊になるっていう、手伝ってもらってなおかつ営業もやってくれるっていう、でしかもこう月計画入ってるこれありなのって思うけど、でも結構そういうビジネスっていっぱいあって成り立ってるものがいっぱい存在してるから、いいんじゃないのっていうことを話したんですね。だからその会社同士の連携だとそういうわけになるね。もらったらその分こうしてもらえるっていう感じになります。そうじゃない人を吸い寄せてるじゃないですか。天候の一線会計連とか言ったらこういう人来るし。いやマジですごい話なんですよ、だってあの YouTube 見ててあれなんか行きてえなと思ってドキドキしながらメール書いて行ってもいいですかってポワイッと入ってきたっていう、そのハードルを超えてくるって結構なんで、旅費自前ですからね、来てみたらあのわけわかんないものがあるっていうだけのイベントなのにやだね、自前で旅費払ってやってくるっていうね、その上ドキドキしてメールまで書かなきゃいけないという、まあ、何らかのものを支払ってる、でそういう人ってでも、まあ、でもあのコミュニティにそういう付加価値があるからだと思う、そう考えたら手持ってくれてるっていう、うん、そう考えたら成り立つ、次2000回ですか、すごいことです、で東京ドーム、うん、そうそう、ツイン東京ドームだって言ってね、前回の時ツイン東京ドームだって言っちゃったからね、いや東京ドームに行けるぐらいになるまでやれなくなっちゃったよねそう開けなくなっちゃった、俺は東京ドームに行くにはどうしたらいいかを考える回を1800回ぐらいとかねすげえ中途半端だけどなぜか集まるんだよね、なぜか集まると
それもだから1500回記念スペシャルみたいなもんですよ。1514とかだから、うん、ね。堀尾さんとか最近会ってるんですか？いやー忙しくて、なんかちょっとあの基盤さんとのやり取りも、もうね、堀尾さんなんかもう部署がっていうか、もう社長でしょ、ちょっとだからその直接なんか動画をやるのにやり取りする感じじゃないですよね。堀尾社長のところは堀尾社長ね、急に堀尾社長堀尾社長のところは結局ちゃんと儲かってるんですよ、うん、忙しいってこと、うん、まただから堀尾さんもほら新しいものとか結構好きじゃないですか、またどん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 やってたんですか、ね、いっぱい。もうただ俺たちには新しいっていうだけでただでスタジオ貸して何も儲からなかったけどまんますぎてしまいました。多分全体の何割かが今できればいいんだろうね。ああそうですね、うん、いっぱいやってるけどやってるけど、うまくいけばそれで成り立つんでしょうね。すごいね。でも堀尾さんのおかげでね、なんかこういろいろできたじゃないですか、うん、うんと、だからそう考えるとあそこに行った基盤さんに行ったことがまずすごい、俺のなんかね、すごさすごいよね、俺のすごさ引きそう引きが強いよ君はやっぱり引きが強いね。なんだパンダ先生シリーズはやらないんですか？パンダあきね指差しちゃった指差しちゃった、パンダの中の指差しちゃった。パンダが忙しいのか？パンダ忙しいらしいんですよ。今人気なのにね、うん、パンダね。あ、そうか、そうか。シャンシャンって出てくる。シャンシャンって出てくるの。いいですね。なんかここにシャンシャンってやつつけてさ。すげえ炎上しそうなやつね。シャンシャンやりましょうよ。本当にパンダが好きな人。それこんなじゃないって。こんなじゃないって。でもあれ好きだったけどな、あのシリーズ。やりましょうよ。シャンシャンあれ使わないではない。サボテンやる前。サボテン全然ないです。だからあれは一つの中でそのサボテンつながる道の途中。あ、そうですね。だからね。うん、だからそのもう。あ、僕はほらテレビ局に仕事してたんですよ。ほとんどなんかデタラメ。あれ？これはいいか。いいよいいよ。デタラメなんですよ。デタラメに天気予報が作られていく。うん、裏を全部見せちゃう。それの何か少しでもいいから違うっていうことをちゃんとやりたい。それでなんかこうなんか台風のせいにするなとか、そうとか高気圧、そうそう。ディスってんじゃないんだよ、正しい話をしたい、うん、いうふうに聞こえそうか、ディスってるように聞こえないっていうふうに、ん、でもあれおかげですごい高気圧大事とか、そうでしょ、高気圧大事、思った知らない高気圧があったっていうそうここに知らない高気圧を、ね、そうだそうだ、表舞台に登場させたいんですよ本当ね、いやだから逆に俺からしたらあんなわけのわかんないものにスポットを当ててくれる人がいるっていうのはどれほどね、研究者なんてそういうものいっぱいやみんなそういうものばっかり、俺は発見したとか初めてこれを見つけてこうしたとかあしたとか言ってるわけですよ。でみんな日が当たらないままこうね10年20年過ぎ去って永遠に日が当たらないものが9割方なんですよ、はっきり研究業界は。俺なんかもうどれほど幸運かっていう話ですね。あれが予報士の人まで伝わるとかね、一般の人が知ってる人がいて、高気圧って全然別なところで知ったんですけど、水木さんが名前つけたんですかみたいなこと言われる。すごい。お、そうだよ、ね。ちゃんと俺だよみたいな。みたいなね。いやでもこれほどね研究者名に尽きるストーリーはないわけですよ。で俺からしたらもうねそれだけで、まあ、もう何ももうだからもらう必要ないくらいねいただいちゃってますから、スポット当てていただくだけでものすごいものいただいてる、講演料とかだからいらないよって言ってる。
そういう意味ですよ。でも逆にこっち側からして見てみれば、その眠っている国有財産のね国有財産光を当てる人たちなわけですよ、この人たち。で今まで誰も掘り起こしてこなかったものをちゃんと国会図書館に行ってこれ面白いよっつってこう世の中に出すみたいなことをやるっていうのは、それはそれですごい価値のある仕事だ。それなんかこうちゃんと伝わるじゃないですか、うん、すごい伝わりました。でなんかその研究者がその別世界の生き物じゃなくなるじゃないですか、うん、別世界の生き物じゃなくなったの。なくなるじゃん、うん、分かる。なんか研究者っていうと別の世界だったけど、全然違う、ね、なんかほら人種っぽいね、とか見てるといろんな研究者の方出てきてそれで、あ、うん、なんか普通のオタクな人って感じ普通のオタクね。でこの人だけはそういうのとつなぐ力があるわけですよ、うん、他のユーキャンじゃ絶対できないことでしょ、うん、他の講座はどこにいくつあるか知りませんけど、まあ、値段同じぐらいかもしれないけど、それつなげる価値って上乗せしいんじゃないのって思う。プラス5000円ぐらい俺とつなげるんだよみたいなね。それは俺のこと言ってんじゃなくて、そんなことしてる人はいないわけですよ、まあ、まあ、アラケンだとかなんだとかって研究業界に首突っ込んでる。この人気象学会のメソ気象研究会舞台を飾ってますか。俺ね、俺すごいよね、気象庁の行動でね、うん、気象庁の事務次官みたいな人にねデータ出しやがれって詰め寄ったっていうね。あ、メソっていう動画がちゃんと残ってる。伝説の動画が。でそれはもう気象学会では伝説になってる。なんかすげえ予報士いたよなみたいな感じになってるんで、研究者から見て予報士ってどういう立場なのか、こういまいち距離感がつかない人たち、そのほぼ同じカテゴリーにいるはずなんだけど、なかなか接点がない人たちだったのに、唯一のパイプになったんですよ、あの瞬間。ここを通してしか予報士と研究者が意識できないと思う。すごい。あの研究やってる人よりはすごい遠くのところにいる。だけどすごいちゃんとやるんだよ。だから唯一のトンネルだから通行料取っていいよ。俺は言ってるから。あのまあもう前言っちゃいましたね。ちゃんとやってないんですよ。ほとんどこう、うん、テレビに出てる人たちたくさん僕は知ってますけど、本当にちゃんとやってないんですか。真剣に考えてないよ。言ったな、いいよ言え、うん、今回台風の後、うん、いっぱい被害があって宿が残ってるんですよ。その後雨の話したんです。その後できるような状況がないのに本当どうでもいいですよね。だからあの多摩川にね、中洲に取り残された方があって、ヘリが来て、うん、それはやってましたけど、スケール最中にも風が吹いてるみたいな、うん、スリリングを、うん、スリリングのまま楽しんで伝えていくのがテレビ。そんな感じだったね。それは気象とか防災専門ですかっていう疑問なんです僕は、ね、そうだね、うん、予報士じゃなくてもいい、うん、そういう あの時チャンスなんですよ。いろんなことメッセージを伝えるチャンス、うん、そういう時に、うん、例えばサボテンたちだったらどうして、本当は本当は本音のトークをしてるんです。本当はね、いろんなこと伝えたいと思ってるんですよね。だから裏では喋ってるんですよ、2人に。だから俺たちだったらこうする的なトークは収録したりしないんですか。裏の話聞きたいな。だから我々が作ってる動画はそれを一応デフォルメしてるじゃないですか。そうそうそう、分かりますよ、分かるけど、公開するときに、まあ
このぐらいの範囲に収めれば大丈夫かなっていうふうにして出したデフォルメしてるけどデフォルメじゃなくて何っていうか例えばその副音声的なそう聞きたいそれ天の声みたいな感じまさに副音声をやりたい副音声研究とかやりたいとかそういうふうにやってるまあ映像使わなくても別にいいんじゃないですか記事と文字だけでも別にね使っていい範囲で十分何とかと思います面白い面白いと思う例えばそのまんまのテレビでやってるまんまの伝え方をこのザッキーがねやるでしょでそこに副音声が入るっていうね絵的にはだからザッキーが普通のテレビのまんまのことやってるんだけど実は副音声が入ってくるっていうねかぶってくる大丈夫それザッキーのイメージ悪くならないザッキーが使えねえなみたいなことにならないいやわかんないそれはねだからたまに入れ替えてもいいよだってザッキーだって言いたいことあるでしょうかだから人形劇でやってる持てるようになってくれてよかった僕が一緒にテレビ局で仕事した人たちは持ってる、うん、こういうことを言わなければならない台風が今来るこういうことは絶対伝えなければならない天気予報が3分しかないけど1分半はこれに使わせてくださいって言う人がいないいないんですかいないいないんだえだって逆にその受け取る側の視聴者としてはどういう人たちを考えてるかぶてんですかいやじゃなくてその、まあ、いわゆる理想の報道の仕方がある、うん、今の報道は、まあ、いわゆる視聴率でなんとなくこう人の顔を見てるわけじゃなくて視聴率を見てるわけですよね、うんどういう年齢層のどういう理解の人にこう伝えようみたいなのじゃなくて視聴率見てるわけだからそういう構成になりそういう画像とそういう煽りとみたいな作りになるわけだけどサボテンレギュラー本来は届けたい人はこいつだからだからこのメッセージでしょってなるわけそれはその誰なんですか誰なんですか今メッセージとしてはこう変えたいっていうのがあるのは分かりましたけど、うん、本当に危ない時にさ何が強調されてぼんやり伝わるのじゃないわけじゃんターゲットが本当にこの地域をここの人に向けてポンって言いたいことがあるのにテレビだと平たく薄くこう止まって何割伝わるみたいな。なんかうちらはスポット当てて絞ってそこが危ないって分かってるからそこに向けてしか徹底的に攻撃しなかったりするんですけどそういうもっと強調とかなんかこう狭めるのじゃないと伝わんないじゃん。じゃあもう絵の構成から何から全部根本的に違うってことだよね。テレビでご当地防災みたいなのをやればいいのに。あのね、多分ね、やってるその地方行けば、それで地方の時間、うん、そのやれば、多分いわゆる大きい局で、キー局ででっかく、うん、あの関東とかっていうぐらいまで絞ったとしても。もっと細かいの出してるところもあるとは思うんだけどねもっとこう地域絞ってやってるところあると思うんだけどでもほら大きい声の人ってさキー局じゃないやっぱりどうしたって大きくバーンって伝わるのがそっちなんだからだったらちょっと大丈夫なところは捨ててね捨てちまえばいいんじゃないかなって思う出ていいのにどうでもいいことも全部盛り込んで3分くらいだから例えば台風だったら翌日の高温はどうでもいい、うん、翌日の25度以上になるからっていう情報はいらないからそこ削って台風の話に全部すればいいんじゃないかなって思う、うん、時間が限られてるなら
ていうのがすごいね、なんかこう、うん、もどかしい、ガリ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 みたいな。それはね、直接添削したビデオを流すってなるんですか。例えばそれじゃやり方としてね、直接添削っていうのは、もうだから人形劇とか、うん、やっぱまああれは俺でも面白いし、裾野が広がる意味はあると思うんだけど、やっぱ回りくどいじゃん。裏の話聞いてるから分かる、分かるけどね。で、まあ、だから知ってれば知ってるほどそのブラックな感じが伝わってすごいいいよ、いいけど、なんか今みたいなダイレクトの話はダイレクトなんで、なんていうか確かに俺ら全然何も知らない人でが、その確かにああいう報道を当たり前のように載せられたけど、それ言われてみればそうだよねってみんななるじゃないですか、今みたいな話は。多分だから別に知識あんまり関係なく、みんな当たり前のようにあれでごまかされてきたわけでしょ。なんで俺はこのごまかされてきてんだと思う人多いと思う。だからそれその何人見てくれるか知らないけど、そういう人が世の中に増えれば民意はでかいからね、マスコミにとって。そっちから返せた方がいいんだよ。テレビの中ではもうそれはできないなと思ってたので、中から変えるのは無理じゃないですか。だから手の仕事やめたんですが、ディレクターに何言っても無駄だし、そういう人もそもそもいないんだと言う人もいないっていうのはだからまあ現状なんですよね。それでそれを動画でやろうと思ったんですけど、そうすると逆にそういうことをすれば視聴率が上がるっていう世の中の状況を周りから作ってくるしかないわけです。だから動画をテレビではやっていけないようなことを動画でやって、動画が広まればそっちからと思ってるんですけど、その動画の広がりが思うようにはいかないっていう。なるほど。でいろんなあの手この手を作る人が、例えば船舶向けっていうか農業向けとかいうのも、最初は一応いろんなところにアンテナを広げる意味でいろんなジャンルを、人形劇はそうじゃない、全然一般の人が面白い子供とかもいるなと、ちょっと内容がね、ブラックだけどね。でもう一つはその勉強してる方向けに予報官を作る、短期予報解説資料の解説を、解説資料をさらに解説するっていうのが勉強向けです。それで先輩に行くのを4系ってやったんだけど、一番はでも防災なんですよ。さっきさんがいろいろ不毛と好きになることで防災しようっていうのと、東京は同じなんですね。ちゃんと防災すれば本当はもっと被害を減らせるし、死ぬ人が、ね、ゼロにできると思うんです。そう、死なないはずなんだ。で、ご当地防災はその今日はここが危ないから危なくないところのことは話しませんよっていうのを本当は宣言してやるっていうものなんです。僕はでもそういう人が出てきてほしいと思ってます。全国の天気予報ですけど、今日は台風が沖縄に来てるので沖縄の話を9割しますって宣言して、よろしいですねっていうやればいいと思う。そういうことを堂々とやる人が出てきたんですけど、そういうのをあたかもパロディーかのように見せて、そういう話にしちゃう動画のコンテンツの中身みたいな。でそれはパロディーですよと言いながら、実はそれがあるべき姿ですよっていうのを裏のメッセージ。じゃあもうまるで天気予報のコーナー、まるで番組のまんまやったり天気予報のコーナーみたいにすればいいですか。これを民放がやりますとこうなりますと、うん、いうのがあるんですよね。でも俺たちがやるとこうなりますよ。なんかこういつも見慣れてる人からしたら、俺たちのやってるコンテンツの方がパロディーに見えるんだけど、でもどこまでそっちの方があるだよねっていう状況に持ってます。うん、最高、そういうの超見たい。そういう風にしたい。だからそういうのは拡散されると思う。本当ですね。だからこの間その多摩川で取り残された人をヘリで救出している映像を背景にして、どうでもいいことを話してほしくないんです。それを映像バックにどうでもいいことを話した。台風見なかったのとテレビを。どうでもいいこと話せた。フィはどうだったか。そんな違うんですよ。違うと思うんですよ。その絵にすごい意味があると僕は思ったんです。今日の話だから。
だってその絵にかぶせることはどうあるべきだった、たった一人の中瀬に残された人どういう人かわかりませんけど、多分もしかしたらそうかもしれないですけど、その人が避難しなかったがために今ロープに吊り下げて救助のために降りてる人がいるんですよ。そしてヘリに乗ってる人がいるんですよ。多分最低の2人か3人、強風の中ホバリングのために死ぬ、下手したら4人、その4人も死んじゃう、全員死ぬ可能性あるんですよ。そう、その時にその1人の価値、命の価値は同じですかってことを話してほしい。その救助に来てる方にも家族がいるんです。でこの方は助かればこの先何十人もの方の命を助ける人なんです。でも救助されてる方は多分この回救助されて命が助かっても、この先人の命を助ける人になるんだろうかってこと。そしたら助ける人の命をそういう危険にさらすようなことをしちゃダメなんだよ。だからあらかじめ危険が分かってたら避難しなきゃいけないんだ、こういうことを事態を起こしていけないんですよって話をしないといけないと思ってたんですよ。そういうこと話していい人が違う。じゃあその人は取り残されちゃったのは何で、なぜなんでしょうか。いつ気づいてこれをこと、例えばまあ情報でもできるこうなることを予測できていたらこうはならなかったのかとか、そういう裏側を掘り下げれるのが本来の、まあ、だからそのヘリコプターの命の価値みたいなところまで行くと、まあ、ちょっと炎上しそうなんです。炎上しそうなんです。炎上しそうなんです。あえてさせるのは俺は炎上しそうな気がする。いやでもその問いかけとしては俺あれだと思うんです。でその俺はどっちの方が重いとは言いませんけど、うん、だけどこういう事態を追いやった時点で、ね、我々の負けでしょ、社会としてという話ですよね。そうですね。だから誰が悪い、その取り残された人が悪いもあるし、行ってる人も悪いし、うん、だけどそれの映像を見ながら我々が考えることは台風が900何ヘクトパスカルとかっていう話じゃないよね。何を問いかけなきゃいけないかって言ったら、こうならないようにするためにどうしてたらよかったのかっていう話だよねっていうことを毎回話せた。すげえ今いい話してる。今でも映ってる映像、うちらがうなずいてるのしかない。オフで声だけすごいいいこと言って、うちらがうーんってうなずいてないな映像になっちゃってるけど大丈夫。いや、いい話だった。いい話だった。あの、まさにそういうこと、はいはい、うん、そういう人が増えてほしいなと思って。だからそういうのを今の例えばそのチームサボタンコンテンツはね、例えばこうマイルドとか優しいじゃないですか。その本来正したいマスコミに対しての裏のメッセージがあるのは俺は理解できますけど、普通の人は見ててためになるなんで終わっちゃうからマイルドは。無責任なこと言ってるね、うん、炎上しろって言ってますから。そうなのでね、全部出てるの私なんですよ。みんなを責任回すのは私なんです、うん、だからそこをちょっと抑えめにしてくれてるのと、あと最初 守るためなのか、 X を結構ちょっと毒吐き気味でやってたんですけど、ちょっと変えたんですよ。これはまあ勉強用の動画だから、勉強してる人に向けて毒を吐くべきではないし、間違ったことは本当はもっと声を大にして言いたいけど、勉強してる人に向けて出してるものだから、まあそこで敵を作っても、ね、本当は言いたいことは一番あるけど、ね、毒がちょっと白っていうことありましたね。こうあるべきじゃないとか考えを含めてやったんですけど、ちょっと今抑え気味でなんかこう敵をいっぱい作るなって。ちょっと敵はいるの？敵はやっぱ同じ業種、同じ反応してくるの？わかんないです。それは同じ元気象キャスターだったり、まあ、出てる人がきっと敵になるので、本当に勉強したい人はそうだなって分かってくれることだと思うんですけど、
私が前出てたもんで、多分敵に回るのは今出てる人です。その人たちの批判も含めての自分の意見とか、今メディアに出てる人を全員敵に回すような発言を例えば例えばいっぱいいますよ。どういう発言？いや、もうなんか根本的に違うんですよ。言いたいメッセージが全然違う。今日の中でも防災一番に考えてるから、もっと言うべき党とか言うべき選ぶ方とか向ける人にメッセージとかいろいろ全部違う。みんな根本的で違う。天気図見て激論があって、それをそのまま言ったらすぐ敵になっちゃう。いい、それ今言うことじゃないからってテレビ見ながら突っ込んだり、いやそんなのどうでもいいからっていう、さっきの京子先生が言ったんだけど、そんなことより大事なことがあるだろうっていう伝えたいメッセージがあるけど誰も言わないのが現実で、どうでもいいことをただなんか分かりやすく喋るのが親切なキャスターだみたいなことが定番になっちゃってるから、分かりやすくイコールそれは間違った簡単な説明になってたり、ありがとう。そのテレビで言ってるのは違うみたいなことを言わないで、単純に自分のべき論を言うだけだったら別に敵にはならない。そうじゃない、こうあるべきだって言わないと、いや、分かるよ、その方が言いやすい、対比としては。だから要所要所なんかそのこうですよねっていうことはこう動画の内容に盛り込んであって、こう注目するのはその台風が何年ぶりだどうだこうだっていう話題性じゃなく、大事なのはこういうことですよっていうのだと。遅くやってくる台風の怖さっていう部分で前に台風を見たんですけど、記録ばっかりがメディアで流れちゃって、何年ぶりだの何年ぶりだの大事なことが伝わらないっていうのに腹が立って、だから遅い台風はこういうことが危ないよっていうのをちゃんと言いたいから、そのために動画を作ったとか、一応ちょこちょこやってるけど、多分その本当のメッセージがちゃんと伝わるにはやっぱ人数見てくれないと広まらないし、どうしたらいいんだろうなっていう見てくれてる人は予報士の勉強をしてる人、撮った人が見てくれてる、視聴者はどういう、あでもね、ちょっと今だから逆にその本当だったら敵に見てほしいぐらいですね、話でしょ。そう敵に回したい人たちに見てほしい、うん、むしろ敵に回したい、別にまあ敵じゃないけど違うんじゃないのって思ってる、うん、実際に出てる人たちに問いかけたいことがありますよっていう話じゃない、うん、本当にそれでいいんですかって、まあまあ、本当に届けたいのはそっちじゃない。それはどっちかというと副産物かな。もう諦めて、そっちの方が副産物で、直接的にはもう諦めて、むしろこれから育つ人はそうじゃないよと、じゃないよっていう、間違えないでねっていう、うんうん、そういうそれが本質じゃないよっていうのを言いたいっていう方が、普及として世の中の価値観としてこっちがスタンダードになっちゃってるけど、うん、こういうもんだとかみんな思い込んでるかもしれないけど、違う、本来はこっちだからねって言いたい、うん、っていうことを、あ、じゃあそれ2つください。もういいや何杯飲んだ。ジンジャーエール3杯ジュース超飲むっていうね。ジンジャーエールの3倍以上飲めない。飲めない。ジュースは入らないでしょ。アルコールと違うから。いや、そうだよね。なんだろう。だからどっちかっていうとそうです。直接的に今その出てる人たちになんかそれは違うだろうっていうよりは、それを受け取ってる人たちにいやそうじゃないからねっていうのをこっちの方から
こう広げて変えたいわけですっていう、まあだからちょっとしたら遠回りなのかもしれないけど、だけどこっち諭すより、視聴者側の方が主権者なわけだからね、にちゃんと先に伝わらなきゃ、うん、ちょっとまあ意味がないですからね。多分そうするとテレビを作ってる側がなんかこいつら違くないってなると思う、うん、その時に他にいないのかよってなって出てくる人が今いないと、そういう時に多分出ていかれる人たちに なってほしい。もうダビッチはねできると思うんですけど、その活動のとしてチームサボテンの動画を行くっていう位置づけで、だから多分いつも言ってるのは全部最後ひっくり返ると思うよっていうこと。全部ひっくり返る、全部ひっくり返る。今出てる人たちみんな仕事がなくなって、ああ逆に、そしたら全部の仕事がここに来る、まあ、いずれね。それはま、うん、あのよくそうだ、ね、なんか例えばこれはなんか大きな事件が起こると、その事件に詳しい専門家の人たちが急に出てくるじゃないですか、はい、例えばいじめの事件、いじめに詳しいなんとかさんです、航空機の事故が起こると航空機の事故 事故の専門家が急に出てくる、うん、見たことないなと思う人が、その事故がある程度、まあ、伝えられなくなるので水っぱりになるんですけど、よく見てると、はい、最初の頃いろんな人出てて、ある人が各局をはしごして出るようになっていくんです。なるほどなるほど、絞らないでね、まともな人が選ばれる、その人がまともで喋れる人です、はい、でうまくそう、まあ、司会の人とかもやり取りとかっていうトーク力のある人で、クオリティちゃんとした人がある時から各局、あれ朝こっちに出てたの、昼はこっちに出てた、夕方はこっちに出てた、あるね、選挙特番とかもそんなのがある、まさにそう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 、まさにそんな感じ、そういう風になってるっていうジャンル、だからキャスターを生み出すっていうことはもうやっても多分もうダメだ、気象防災の解説でポジションで出てくる、うん、そしたら多分全部ひっくり返って仕事が入ってくるようになるはずだから、うん、そういうことをちゃんとやろうねっていうふうに、ん、その土台をもうガチガチに誰もひっくり返せないぐらいに作ってくるみたいな感じなんで、最後ガチガチ、うん、一人勝ち、我らが一人勝ちGDP10 倍みたいな。でもやっぱり大変なことで、このぐらいやっぱり天気のこと喋れるようになるには当然すごい勉強になるし、野崎さんも一生懸命天気図解析して毎日欠かさずやるし、俺ちょっとね、うん、正直ついていけないぐらい喋ってるから、ね、中身的に私ほんとすげえと、私今まで出会った中でほんとすげえって尊敬してるんですよ。それからした方がいいよ。そういう回とか作った方がいい。サボテン内だから、ただ打ち上げて持ち上げてるみたいな。いや、いいじゃん別にそれで。私はいろんなキャスターでに出てきて、うん、なんかこういろんなね、喋りが上手い人はいるけど、うん、天気のこと全然分かってない喋りが上手い人っていて、天気が分かってる、うん、本当に喋れる人。京子先生が私の目標だって天気図1枚でもう永遠に喋れるぐらいすごいですよね。カルチャースクールの話、カルチャースクールでもやっぱりほらあの横橋講座じゃないのにもうバン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 、いやすいません、私はだからその今、ね、先生が2人いるんですよ、私島下先生と京子先生と、でテレビやめてでもここに入れて、ああよかったなって超勉強になったな、めっちゃいい話ですね。本当師匠が2人いるってすごくないですか。もう師匠、師匠私この師匠ですなんか多分前のまま生活変えなかったら、あのままレベルがずっとこう停滞したままでいて進化できないままずっと多分今出てる、俺はね、だからこの美しい志に今感動しています。いや、この人もすごいけどさ、そうですね、でもそういう人が引き寄せる人もさ、やっぱりそういう人じゃん、結局ね。あ、私なんかすごいと思って、ここのね、この2人がいた世界ってこの2人以外、どうも聞くところによるとクズなんですよ。聞くところによるとね、俺は実際に目の当たりにしたわけじゃないけど聞いた話によるとクズなんです。
でその中でよくまあこの2人だけでちゃんとこう固い何だろう確固たるとこう何ていうの正しいことをやっていこうちゃんとこういうふうに防災していこうみたいなことを貫いてやってこれたこの2人すげえ。私は先生のところにずっとスクール通ってて、うん、でたまたま職場が同じになれてでまたそこで学ぶことができて。でもうなんか2年1年目ぐらいだとまだ全然もう自分もできない予報士、うん、まだ取り立て で、うん、でここだねここだねこの状態だね、はいはいはい、でも多分折本さんの方が多分私より勉強してるからきっと京子先生のねダチョウっぽい気分とかしてるし私より知識があるはずなんですでも今現状出てる人たちってこういう気分を見なくて仕事してるのを見てきたし全部やりやすいなんかなんだろうな全然勉強しない停滞したままただ年数が経ってでボキャブラリーも変わらないままずっと毎年同じことやってネタだって毎年同じことやってなんか新しい発見もないネタばっかりやってで古い暦とかやってまずどうでもいいからって思いながら啓蟄とか言って虫が生え出てくるとか言ってそんなことより天気言えよって思いながらやってたのはい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 、でその傍らでずっと天気を真剣に個人名言ってるようなもんだよそんなことないここの世界に関して言えばそんなこと個人名じゃないですよ団体です団体、はいはい、ここ団体です団体、はいはい、いいよあのテンション上がるかいとかねそう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 俺この間呼ばれてテンション上がるかいテンション上がるかいみたいな番号でしょ今田浩二と指原が MC やってるあなんだっけあるある晩餐会のあ見た見たでもさっき呼ばれてたのいや呼ばれたんだけど結局行かなかったそうですかいやなんかもう行くっていう話にまでなったけどなんか結局なんか出してたネタがなんか直前かなんかになんかあでかい雷花火大会って言ってもう今回雷特集になりましたって言ってキャンプあそうっすで亡くなったってたまたま流れた面白かったんで後からその、まあ、番組見たんですけどどう考えても俺ハマらない番組なんですよ俺出さしてどうするつもりだったのかなみたいな感じの番組まあまあバラエティとか全然それはいいですけどまあバラエティはねいいんだよバラエティはいいんだよ、ね、バラエティはいいんだよ好き勝手やってもらえる報道の問題報道の問題でもそれでね結局ほら人命に関わることじゃん最終的にさニコニコ出た時からそういう感じなんだよね結局ね、うん、ニコニコで言ってたこととか基本メッセージとしてしまう全然ずっと変わらずですよ、はい防災に命とか財産とかに関わる人を扱う仕事でね無料でやるべきだって、うん、全国の病院を無料にしてほしいいや全部そうでしょだって命に関わるものを無料にするっていうのはそういうことですからね、はい、おそういう話になったなるほど本当にそう思うんだ、うん、まあでも今は無料でいいんじゃねって思わせるようなことを逆に、なんていうかマスコミで出てくるから無料でいいんじゃねって思う人がいてもそりゃそうかもねっていう気もしますけどね。まあ本来だから有料であるべきメッセージとコンテンツを持っているけどそれは逆にその世の中には出ていかないという感じになっちゃってる。気象庁の情報がすごい進歩したもんね、防災情報。
でも知らない人がいっぱい知らない人いるよね。河川 の, あの情報とかみんな知らないあんなのさ宝の持ち腐れみたいになっちゃってさ、ね、あんな優れたすごい、ね、すごい情報出してるって本当ただのもう垂れ流しだよね。誰も見てないみたいなことになっちゃったら、うん、もったいなみたいな。こうやってなかったら、うん、あの味方すらちょっとみたいないっぱい攻撃がありますね。でしょ？だからその味方は教えてと思って。そう。ここはしてこうやってやってここ見たらこうなんだよって教えてと思って。うん、勉強してるから知ってるけど知らなかったら分かんないです。でさ例えばラジオっぽい TV でそれやっても、うん、50人の天気知ってる人たちが出るわけ。もう知ってるから。うん。だからそれ知ってるみたいなことなかったら意味ない。だから声でかい人、ただでさえ声でかいキー局とかでやってる人がまだ台風が遠くにあるなら、その時何にも言えない、そんなのいちいち煽らないで、気象庁のホームページの見方なんですけどね、やれっつうの、やってほしいんだよ。時間かけて来るで、で明日晴れです、何も心配ないですって言えばいいの、天気予報。てかググって調べてくださいねおばあちゃんとかググって調べないから、いやググれってもう言った方がいいと思うまあそうね、いやおばあちゃんにググりなさいと教育するのもテレビの仕事だと思うよ、うん、そこもね、うん、だって死ぬよ君は。このままテレビだけを頼りにしてたら、テレビであんたんとこの天気は伝えられませんよ、うん、マーク1個そう、あなたのお家の天気予報、あなたがどこに住んでるか知りませんけど、この東京都に立ってるこのスタジオからあなたのところの天気はお伝えできません。ググってくださいねしかないでしょ答え、本当の答えを、うん、それでもわからない、うん、でググり方がわからないって言うんだったら直ちに学んでくださいというのが本当の言わなきゃいけないことだ、うん、直ちに学んでください。そうだよね。そうさ、なんか全部さ、テレビはさ、なんかやった気になってる、ね、俺やったったぜみたいな感じになってる、伝えたぜみたいな。伝わってねえから全然伝わってないから、危険な感じ、伝わってない。読み上げるだけで、気象庁の情報の数字だけ読み上げるだけ。いやだったらね、本当あのちゃんとね、つっかえずに伝えられるアナウンサーがやりゃいいんですよ。そしたらなくなっちゃうよね、仕事がね、気象の講師、キャスターの仕事がなくなっちゃうじゃないですか。でも私はキャスターじゃないけど、まあだからそれを守ってるわけね、皆さんね。これ徐々に視聴率が下がっていってもそれを守るしか思いつかないってことなんでしょ。でどこまでシュリンクしていったらあの人たちはまあ全てにおいてそうだと思うんですけど、ね、いや電気だけじゃないじゃないですか、うん、基本ね、もう、そうですね、みんなねどんどん離れていくわけじゃない、うん、ほっといたら、うん、脱テレビ、脱新聞、そうやってなっていく、になっていくじゃん。で、まあ、高齢者のためにとか言いつつ、その高齢者だって徐々に使えるようになっていくし、まあ、本当に使わない人もいるかもしれないけど、まあ、そういう人だっていつかはなくなっていって、上からどんどんで下から使える人がわんさか上がってくるわけでしょ、まあ、いずれダンステレビになっちゃうよね、うん、そうですね、10年とかそこらで、ね、もうすぐだよね、このままやったらね、脱紙、脱画面でしょ。ネットですら古いみたいなことが10年ぐらい経ったら分かんないもんね、うんうん何が出てくるか分かんないけどいやいや分かんない、でも、うん、そうそうそういうこと、そう脳内チップとかあるのかな。いやそれこそ本当なんかその端末持つなんて何みたいな、だからまあ、ね、アップルウォッチぐらいまで来たらもう別に、うん、体の外じゃなくて別にちょっと埋め込んでた方がいいんじゃないですか。コンタクトの中に仕込んでたら直に情報を来たりした、うん、そうですよね、うん、私ペットショップに全然違う話なので、ペットショップに行ったら今の犬ってチップが入ってるんですよね。入ってます、うん、マイクロチップは、あのね、ペットショップで売るときにちゃんと首のところにマイクロチップ、こんなちっちゃいの
入れてで、あの番号を登録してそれで迷子になっちゃった時にそれをピッと読み取って飼い主に持っていく。友達を探す機能があるわけね。マジか。うん、そうですよ今。携帯なくした時にこれを見ればいいみたいな。あ、そう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 。あの機能ね。埋め込まれてるみたいな。入ってんですか。あのうち保護犬なんですけど、あのパピオンの。パピオン君。あのまあ保護犬で、で前の飼い主さんから譲り受けたんですよ。飼えなくなっちゃった。なるほど。その人はペットショップで買って。その時にやっぱりマイクロチップ入ってて、そうで本当はその番号を登録したのを教えてくれればいいんだけど、その飼い主それなくしてて適当で意味ないじゃんって。で、まあ、入ったままで、で読み取ってくれるところがどっか行かないとなくって、結局入ったままで意味ないんですけど。うん、でも今はみんな知らなかった。人間もそのうちそうなるだなの、うん、怖いな。まあ、も人間はそうなったら逃げられないね。犯罪を犯せないし、起こさないけどね。起こさないけども。まあでも逆に犯罪に遭った時にそいつは逃げられないから。そうそう俺から、うん。俺そっちの方が大丈夫。でもスピード違反厳しくなったら困る。なんで飛ばさないでしょ。そんな飛ばし屋じゃないよ。飛ばし屋じゃなくたって80キロの高速道路100キロぐらいでみんな走る。だしね。100キロ以下なら捕まんないかなみたいな走り方する。それはそうだよね。北海道往復したからね今年。え、こっからですか。ああ、え毎年ね、フェリーで北海道に渡って、うんうん、で北海道でこうブルブルして帰ってくるけど、うん、台風来たじゃん、うん、フェリー結構しいですよ。青函トンネルマジか。あ、青函トンネルじゃなくてその青函連絡船のあそこのカーフェリーで渡って、だから行きだけで1500。運転者一人。ミキティ運転できない。運転できるよ、できる。まあちょっと変わってって思えばいつでも変われる状態にして。まあでも結局着いた。いや、まあ寄り道するんですよね。寄り道はいっぱいする。寄り道っていうか、でもその何日のいや。キャンプ場フラノに撮ってて、その日の5時までに行かないとジンギスカンができないから。それでね、こう台風とともに北上してた。そしたらね、あいつ本当に同じ速度でついていきやがって、もう完璧に同じ速度なのね。予報ではね、富良野は降らない予定だった。富良野までは雨雲上がってこない予定だったんだけど、うん、俺の後追いかけてきた。結局ダバダバの中でジンギスカンやってる。あ、でも一応ジンギスカンには間に合ったんだね、そこはね。間に合った。すごい。うわー、それ旅だね、いいですね。すごい激しい旅かけてぐらいです。ね、一泊二日。前と同じですね。前日の朝出て丸一日走って、青函連絡船に乗る前に銭湯に夜入って青森で、それで夜中の2時のフェリーに乗って渡ったら4時、それでまあなんかちょっといろいろ飯食ったりとかして8時ちょい前ぐらいに函館を出て全速力で行って富良野に5時に着いた。しかもその間ひたすらね雨雲が追いかけてくるというそのスピーカーの中でね、うん、飛ばすって北海道本当気持ちいいんですけど、うん、飛ばせないというね、もうダバダバ降ってくるからこう前見えないし、うんうんうん、
怖いね。追い抜きたいけど、うん、離せないってね。前見えねえしみたいな。相当体力使いますね。すごかった。今年俺ひたすら雨に降られた。関東では関東で何日連続雨とか何とか言ってる時に、俺の中ではもう20日連続雨とか。だって動くところについてくるんだもん。東京のね、何日連続雨なんてほとんどの人に当たってないみたいな雨。まあまあそうだ。だから1点でカウントしてて、カウントとか何かっていうのもカウントしてるじゃん。俺はもう実際に大粒の雨に当たりながら10日以上当たり前に連続だったから、息も帰りなもんだから。それすごい。結局今回のその1週間の旅行で、本当青空ほぼ見ないかった。なんか気の毒ないわ。でもちゃんとそれでも行くっていうのもすごいなと思います。いや行くっしょ。でもね、まあそのマジで、うん、私中止するかも。まあキャンプ場だけじゃないわけよ、北海道、北海道で、ね、キャンプ場3つとメインはライジングサンロックフェスティバルっていう2日間オールナイトのロックフェスがあって、でそこにいろんなアーティストが出てくるのを見るっていうのを毎年12年ぐらいやってます。それ毎年見てるんですか？もう体調も含めて。マジか。上の子はもう1歳の時から、ね、生まれた年はさすがすげえじゃん。すげえ。美穂は11ヶ月で参加してる。もうかっけえ。うわマジか、見てすげえ。こいつ爆音の中だと寝るんだみたいな。逆に爆音って寝るんだねみたいな。逆に心地いいねなんつって今年はビーズが来るよとか言って、もう今更弾くに弾けないでしょ。払っちまったし。おいいですね。でもフェリー欠航とかってもう真っ白ですよね。そうね。どうなんだよこの、なんかすげえバラついてんだけど。シャボン玉の時ですか？あ、シャボン玉の時かもしれない。うん、予報がシャボン玉。私がね、アンサンブルの週刊のアンサンブルの27メンバーを、例えば台風だったら988ヘクトパスカルの等圧線だけ取り出して、それをこうシャボン玉アワーみたいな感じで時系列を、ね、追っていくとばらつくじゃないですか最後。だからそれがシャボン玉みたいになるみたいな。あーってシャボン玉にするっていうの、はいはい、見てるねさすが。だってあれ面白かった。そう、それをやった時だって全然だから、その時その時、うん、中央アルプスで2つに分割して、うん、結局南も北もいたじゃんみたいな。そうそう。まあ気象庁は北を取ったかもしれないけど、うん、南に別に 米軍は決して外れてないよ的な感じだった時。なるほど。ちなみにね、あのあるある晩餐会に出したネタの一つが、各国の気象庁の予報がね全然バラバラの時に、俺は気象庁を応援してるわけですよ。なんていうか、その台風予報オリンピック的な感じになってて、こう国威が発揚されてる状態だから、そのまあ予報そのものもまあ気になるんだけど、気象庁買ってくれと言って盛り上がりますみたいなことをネタ出ししたりしてたけど、結局受けなかった。俺すげえあるあるあるってなるけど、ね、めちゃくちゃ応援するよね。いやあのね、ほらテレビとか最近外国の見てる出すじゃないですか。お前は外国人かって思って、お前は日本人だろうかって。いや出していいよ、俺は出してもいいけど、俺は気象庁応援してるってことを明言してる。いやそうそう、ちゃんと言わないと。あ、言わないとってか別に応援してるんだから、そっちをね、外国を。負けたとしても次があると。いや、 だってね、銅メダルだった浅田真央にディスったりしないだろ。そう、この話もしましたね。なんでディスられないのかっていうね。いや、もう、いや惜しかった。うん、
でも演技は立派だって素晴らしかった、やるだけやって本当感動したよっていう話になるじゃん。そうあるべきでしょ。だからもう外国のも出すよ、どんどん出すよ。俺はだからなんか出してるのどうなんだみたいなプチ炎上が予報士の間でありました。業務法違反じゃないか。あった。あ、そうかそうかそうか、あった。いやまあそうなのかもしれないよ。いや俺よく知らないけど、これそうかもしれないけど、いや俺はもうむしろバンバン出して比べて勝つのも負けるのも出して、でも気象庁頑張れと。で勝った時は我がことのように喜べと言いたいの。荒川静香金メダルの時のように盛り上がれと俺は言いたいの。別にフィギュアスケートにこだわってるわけじゃない。でもあるじゃないですか、金メダルでしょこれは。 俺らからしてみれば、ね、あの絶対王者の石井に勝ったんだみたいな時はそれだけで大ニュースにしろよみたいな。やっぱ絶対王者だ。絶対王者だ。じゃあ何が違うんですか。もう前提が全然違う。全然違いました。で全然違いましたっていうのを、まあ、例えばね、全然違うことを知ってて出すならいいけど、全然その例えばメッシュも違う、そのデータ同化の方法も違うみたいなことなのに、単純にこうやってここの AC モデルがいいからって出して、いや気象庁をディスるみたいな感じにしちゃダメでしょって思って、お前その裏の仕掛け知ってんのかみたいな、AC モデルの裏知ってんのかよ、なんで正当化言えるのかよみたいなって思ってね、じゃだ言えないなら出すんじゃねえよみたいにでずっと思ってて、だからすごい頑張る気象庁おらっつって思ってた。わかるわかる、それもわかる、それもすっげえわかるんだけど、いや俺もそう思ってた時期もある、うん、だけどもう今は、うん、あオリンピックだなと思ったら、まあ、絶対オリンピックね、そうだね、王者がいるとして、そいつが勝つのはもうほぼデフォルトになっちゃってるけど、金もない、人数もいない、ね、技術もちょっと遅れてるけど、なんとか歯を食いしばって食らいついてるっていう状況をドキュメントしろよ日本の、うん、気象庁は世界のトップレベルではあるけど、トップになれずに長年苦しんでるみたいな。予算もらえない、この予算でこの人数でギリギリの中でその10倍のね財力と10倍のメンバーを持ったあいつらに挑んで、いや勝てないよ、勝てないけど10回に1回ぐらい勝ってるわけだからね、勝った10回に1回でも勝ったんだったら、その時はもう国中で大騒ぎして喜べと言いたいし ね、 そ, うねそれでね、じゃあなんでメンバーが少ないのかね、うん、なんでそんな小さな感じでやらなきゃいけないのか、まあ、だからそういう議論が派生的に出てきたらそれはそれでいいよ、そう してもらったらいいし、増えたらそれでそれで美味しいけど、増やせとは言わないよ。でも今の現状でここまでやってるこの人たちはっていうことだって成り立って、そういう話いっぱいあるじゃん。それで勝ってきた歴史は日本にはたくさんあるわけで、その結局なんか10倍の兵力を持ったなんとかね、結局たった100人でみたいな話にことかがないわけそうだ、ね、戦国の世から何からね、確かに別にそういう物語で通用するんだから、うん、でその球界ただそのメジャーリーガーとやって一勝でもしたらやっぱすげえってなるし、WBC 優勝 3連覇目指してみたいなところまで行ったらそれはそれでまたすごい話になったりするじゃん。そういう話でしょみたいな。でもさ、もっとさ勝ってもらうためにはさ、もっとね、もっと勝率をこう上げていくためにはこのままじゃいかんって思ってるわけじゃないですか、うん、っていう報告もあるじゃないですか、うん、あるね、あるそれをだから応援したいんです、うん、でそのためにはやっぱりこう、いやだからそれはそれでもちろん正なんていうか
当然それ一つありきね、うん、ただあげるために金くれだけだと多分もうなんかその何ていうか枠が見えてるというかストーリーとしても盛り上がり一瞬で終わっちゃうじゃないですか。でもそうは言ってもないからねでもうこうやり込まれたらもうあとなんか話が広がらないから、うん、だったらまあちょっとずらしたところで別なストーリーに仕立ててこうも見えるよねって言いたいっていう、ね、それとは別にってことね、うん、でみんなで応援しようぜと、うん、その別に金かかるわけじゃないんだ応援するだけなんだ、うん、ね、みんなで気象庁を応援するってすごい素敵なことじゃん今までね8割当ててて 2割外した気象庁にディスったりする人たちが声が大きかったりするのをその2割外れることはいいから10回に1回でも EC に勝ったら気象庁万歳ってみんなでやるっていうイベントを作ったらすごいハッピーでしょ金かかんないし、うん、そうだね。それをやりたいなっていうのは本当はバラエティ向きバラエティ的に俺はそれをやりたかった。それだからさ、こうやここまで話さないと伝わらないのかもしれないね。バラエティのそのディレクターにちょっと。あ、別にでもディレクターさん的に受けなかったわけではない。まあ結局流れて雷になっちゃったけど。でもじゃあいずれあるかもしれない。みたいな手のいい言い方をその別の番組になってテンション上がるかいっていうリニューアルで続くから。なんかあったらまた来てくださいみたいなこと言ってだけど多分またはない今までのところ感じを見てまた同じメンバーで同じことやってたからいやあると思うよあると思いますガラケンも呼んだり呼ばれたりしてるあ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 るない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 っつってねうちはねテレビ見てない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 っつってじゃあだからちょっと分かんないけどその たまたまその回がすごいよくいやないよねっつって何の回だったみんなで見てた雷回じゃなくてあ雷回じゃないもっと昔でビデオはいはい、はい、昔の回良純回えワピちゃんですよワピちゃんワピちゃんあワピちゃんだよこの間のやつ、ね、先週ぐらいかいやそんなそれもっと昔かもっともうちょっと前アピちゃん初登場だから、うん、あれは初じゃなかったアピちゃんとか東大生とかね、うん、IQ 高い人とか、まあ、そうだ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 、うん、俺ねそうそこにハマってたあそうなの、うん、おっくんじゃなくてあそうなんだでもこの間雷、うん、あれは夏頃収録してんの、うん、多分で今回雷になりましたってやつだったと思う多分。気象庁の数値予報を研究やってる人たちとご存知なんですよね、うんうんうん、なんかすぐテレビで今緊急の限界ですとか言われてるのどう思ってるのか一回聞いてみたいなはい、すぐ限界とか言うじゃないですか、はいうん、これは当てられないんです限界なんです言ってたと言ってる一方で研究者の人たちだって随分やってきたし、はい、こんなに当たるようになったじゃないですか、はいはい、でもほら限界はあるじゃないですか、はい、100% 当たらないんで、はい、でもそれ全一生懸命やってこなかったやつに限界って言われる人の気持ちはどうなのかなと思っていや本当そうなるほどどういうふうに思ってるのかなと、はい、僕はだからそれはあまりにも失礼だなと思ってて、あ限界に挑んでない人が限界だと言っちゃいけないと思ってるんですよ言われた人どう思う？俺あんまりね、正直いや最もだと思いますけど、まあ、いや具体的にそのシーン見ないと分かんないけど、こういうやり取りになるんだろうなっていうのはなんかこう思うな、なんか。あ、それは何？MC とか、MC とその間でってこと？ MC がこう。ちょっと面白がって詰めたりとかして、うん、もう公開数しかなくなるみたいな感じになって結局そういうやり取りになるっていう雰囲気っていうか、まあ、だからその返してる側は考える余裕もなく
MC に振られたら爽快するしかないみたいなところに追い込まれてるわけですね。でもね、だから、まあ、だからといって責任ないとは言わないけどね。じゃあって、そうで追い込まれちゃダメだと思うんですよ。むしろね、俺はね、MC を追い込めと。そう、そうですよ。まさにそういうことですよ。え、じゃあ、どう、こういう、これこれこうだったらどうなんですか？どうなんですか、あなたっつって。MC をね、MC に逆にこう問いかけちゃうぐらいの。まあ、ぐらい知識を高めて。むしろ俺なんかその、うん、まあだから8割に対する感謝にフォーカスした構成にこうちょっとパラダイムが変わったらいいかなっていうのはちょっとなんか、ね、いいですね、そうですね、はい、まあ、別にだから今の力量がいきなり上がるわけじゃない、うん、で今の体質がいきなり変わることもないけど、フォーカス変えるぐらいだったら同じバラエティ感でもあるかなと思って、だからそれの一環がその気象庁のオリンピック、現状オリンピック、現状オリンピックだね。あれはだからもう国家の威信をかけた戦いだからね、うんうん、そうかそうかね、気象庁の人からすれば、うん、でまあ気象庁の人たちも一回一回受けて多分そうそう勝った負けだって思ってない気がするんだ、うん、その年間トータルのスコアがこれでした、やっぱり EC に勝てませんでしたみたいなところは見てるけど、あんまり一回一回じゃないんじゃないかなっていう気がするんだけど、逆にだからそう気象庁自身も気づいてないところにフォーカスしちゃってで勝手にその EC なんていうか、まあテレビからしてみればある意味こう面白くいじくるだけの話じゃん、責任もないもんないじゃん、応援するだけだし、そういうね、こういうね、視聴率さえ上がればいいんでしょテレビはそうかもしれない、うんうん、そうさえ上がればいいとは言わないけど、まあ視聴率上がってちっていうのに合ってると思うけどね、去年の時台風の予報円が狭まったじゃないですか、いつ何の去年の予報円が、予報円が狭まった、今までより狭く予報できるようになる精度が上がったので、これ何ですか、これ梅酒のソーダ割り、梅酒のじゃあソーダ割りください、狭まってね、あれ去年だっけ、あ、以上で、はい、あれはもう本当に見てわかるほどに狭まって、ね、あ、本当にあのね、びっくりしたんですよ、俺それ知らなかった、予報円小さくなりますっていう予告があって、あ、小さくなるんだって思って、でも、うん、予報円なんてさ、言うても小さくなったって言ったって指令ごとにね、うん、その精度が変わるわけだし、そんな目に見えてわかるもんじゃないと思ったら、明らかにね、ギュッて小さくなって、おー小さいみたいな、あ、そうなんだ、でなんていけんのってなっちゃっていけんのってなっちゃって、そういう話いいじゃん、本当にそう思ったんですよ、言ったんだと思って、それは感激してるだけど、その行ってで転校するじゃないですか、うんうん、転校するとこが多分難しいと思うんで、転校した後がこんなでかくなるで、テレビはそのでっかい方に目を向けて、うん、いや、そのまだ進路が絞れないんです、絞れないんですで、4日も5日も先のことを言って、はいはい、で僕は3日前がすごい絞れたとかことがすごい価値があると思うんですよ、うんうん、なんでその気泡がいや、まだ予報が絞れないんだよ、うん、絞れたところまでちゃんと言ってもらっていいですか、ね、まあそれもそうなんだけど、絞れたのがすごいと思う、そこまでそのあれって数値予報と別、台風は台風で別の人が研究するんですか、そういうチームがあるんですよ、台風の台風の進路の精度を上げるために研究やってる人、うんうんうん、その人たちもすごい成果だし、あのすげえって、 NHK スペシャルでやってほしい、もう本当そのどういうプロジェクト X やった、あーやったし、これなのにすぐ限界だとか言っちゃってすごいよ、数値法もすごいレベルなんですよ、シャンシャンいるじゃん、シャンシャン、でも脱いでるの、実は白クマなんだよ脱いでる、黒いの脱いだ白クマなんだ、かわいい、
シャンシャンやってください。シャンシャンやってください。やりましょうよ、シャンシャン。シャンシャンやりましょうよ。はい。じゃあ2時間半かけて帰って。ごめんなさい。ありがとうございます。5時間。